いや、目悪くなったのはすごいショックなんだよね。昔 1.5、1.5 あったから、どんなに遠くでも見ることができたんだけど、見えなくなっちゃってるもんね。見えるもんな。見えたもんな、昔は。目悪くなるのは不便だよな。メガネないと今何にも見えない。すごい不便ですよ。なんでだよ。かっこいい。かっこよくはないだろ。ただのおっさんだからね。かっこよくはないよ。えっ、手危ねえ。危ねえな、これじゃねえな。こっちか。自分も免許更新の時に次回メガネ持ってきてくださいって言われた。あー、コンタクト、目に異物を入れるのが怖いんだよね。怖くないっすか？絶対あれ、目に悪いでしょ。あれはしたくないかな、怖いね。角膜とか絶対傷つけると思ってるから。怖くない？みんなは。大丈夫？平気？あぶね。わかる。うん、そう。でもね、メガネがそんなに好きなわけじゃないですよ、僕は。メガネ不便だよ、嫌だよ、やっぱり。かけなくていいんだったらかけない方がいい。そうそう、コンタクトね、忘れたら大変だよね。角膜にひっついちゃうんだっけ。あとメガネなくすんだよね。それがすごい嫌だ。うん、なんかうまくいったっぽいな。大丈夫だな。うまくいってるね。ウィローさんフォローありがとうございます。ご飯炊けた、メガネかけた方が見れるから。それ失礼でしょう。それは失礼な発言だよな。そんなん言われたらぶち切れるわ。はーって言うよね。ファーって、部屋の Wi-Fi とパソコンの Wi-Fi が噛み合ってなかったんだ。サーバーじゃなかったね。なんだろう、パソコンの Wi-Fi って噛み合うとかあるのかな。レーシックは絶対やらないかな。あんな怖いの、なんでできるのかわかんないもん。僕は素直に喜びました。あと孫にも衣装も喜ぶんだ。孫にも衣装って意味違くねえ、全然。うん、孫にも衣装は意味が全然違うでしょ。てかすげえな、アイラもう200万稼いだの。アイラぶっちぎりじゃん。やば、もう200万稼いだの。やばー、アイラ。230万って表示されてるよ。で、多分これ手取り200万超えてるよ。アイラ、やばー。マジかよ。引くわ。カメラ直ったんじゃなくて、古い5000円のカメラ引っ張り出してきたんですよ。で、設定を再設定して、ドライバーインストールとか色々やったら使えたんですよね。いい服着たらそれなりに見える。誰が？あ、普通の人？うん。
まあこれでやるか、今後は。ふわっちのアイラだよ。もともとニコ生主の。すごいよね。画面綺麗になった。いや、でもね、前のカメラの方がやっぱ画質はいい。こっちのカメラの方が画質はいいやつなんですよ。使い勝手もいい。これね、マイクロソフトのカメラなんだけど、やっぱロジクールの方が群を抜いていいっすね。これ高いんだよな、でも。ロジクール。のんたんプレゼント気に入ってくれたよ。かわいい、かわいかったよ。服。のんたん見る？のんたん着てよ。着る？うん。のんたん見たいって、着てるの。暗いからね。電気つければいい。もう電気つけていいよ。テスト終わり。のんたんの着てるの見せようか、じゃあみんなに。ん、ちょっと待って。はい。難しいな。ウェブカメってなんか知んないけど結構寄りなんだよな。あ、広角じゃないのか。ごめんね、手ぶれ。いや、今着替えてるんでしょ。魔法使いみたいな服を買ってあげようと思って、魔法使いっぽい服を選んだの。コート、コートというかマントに近いのかな。着替え移すの早くっつったの、まこっちゃんでしょ。早くって言うから早く移したんだよ。本当は魔法使いになりたいねえ、のんた。どれ魔法使いでーすどうなってんの、後ろとか手とか。後ろペロってめくってみて、後ろ。あ、そこくっついてるんだ。イメージと違うわ。くっついてるんだ。そういう感じなんだ。なんかさ、もうちょっと上の方まで開くと思ってたけど、なんか魔法使いっていうか、なんとか伯爵みたいだよね。ぼやけてる。こんな感じの服です。なんか、脇上げたくなんない。万歳してみて。万歳して。あ、そういう風にはできるんだ。まあこんな感じですね。なんか面白いな、この服。ねえ、超かわいい。かわいい？うん。ねえ。いいね。うん。まあ、こんな感じです。かわいいよね。かわいいよね。みんなかわいいって。上から見るとこんな感じ。スカートとか合いそうだ。でもなんか肩ががっちりしちゃう印象になっちゃうね、それだと。もうちょっと肩柔らかくふわーっとしてもよかったかなと思う。まあこんな感じです。あ、ありがとうみんな。よいしょ。まあそんな感じですよ。バケ上げられないっていう、欠陥品でしょ
脇上がんないの欠陥品でしょ。うん。若く見える？いや、俺は騙されてたぐらいだからね。34歳だと思い込んでたから、ね。うん。髪切ったよ。お、初めて気づいてくれた。髪切った、髪切った。うん。ね。はい、こんばんは。ヒーセいらっしゃい。こんばんは。髪切ったよ。うん。髪切ったよ。昨日と違うじゃん。うん。女の人の方が気づくよね、こういうの。かっこいい、ありがとう。34じゃないよ、うん、セットした髪の毛セットしたらどうなるんだろうと思って、うん、ちょっと若干セットしてみたけど、後ろもうちょい刈ってくれてもよかったのにな。目がお疲れ？いや疲れてる？なんか変、うん、目疲れてるかな。クマできてる、うん。今日の枠の始め言った？マジで？良平さん。うん。うん。目力めっちゃある。そう？目力ない方だと思うけど。かわいい？うん。マリオ・アントワネットさんいらっしゃい。目力あるかな？そんなにある方だと思わないけど。はい、いってらっしゃい。うん。テストワークだから30分だけしかやんない。え、何？細いパンツとかじゃない？あ、そうだね。スカートとかも合うと思うよ。うん。スカート持ってなかった。スカート買えばいい。チェックのスカート。よく昔言われてたのは歌舞伎役者とかいいんじゃないってよく勧められてたよね。切れ長の目だから。いや、歌舞伎役者とか似合うってよく言われてた。うん。かっこいい。あ、海老蔵とは違くない？海老蔵系の顔とは違う。おーい、お茶。エビゾウじゃない。うん。エビゾウかっこよすぎるだろう。うん。なんかそうじゃなくて、なんか、うん。違うだろうね。うん。まあでも、歌舞伎役者っぽい顔だよね。顔立ちとしては。睨み？睨みってどうやってやるんだっけ？やるのにするの。寄りすぎだわ。寄りすぎだわ。普段寄り目だから余計、ウルトラマンかよみたいな。寄りすぎ、寄りすぎ。寄りすぎだわ。すでに炭取りって何？炭取りの意味がわかんないな。ぽい。まあ和服似合うよね、あと撫で方だから。明日めっちゃ寒いんだ。そうなんだ。気をつけないとな。うん。熊取り？熊取りってなんだろう。うん。熊取りがわかんないな。うん。目の周りに書いてあるやつ。ああ、でもまつげめっちゃ長いんだよね。うん、そうだね。俺もともと寄り目だからね、うん。白い肌に赤い模様。ああ、ああ、はい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 。歌舞伎の世界に行けばよかったね。小学生ぐらいからね。
山手線一周は絶対やめた方がいいよ。絶対やめた方がいいよ。後半の俺見てみ、膝やっと治ったんだよ。一週間かかったんだよ、やっぱり。今日だいぶ、今日は痛いってなんなかったね。お風呂よく入って、昨日飲んだもみほぐしてくれたから。昨日まで激痛だったもん。ほんと痛くて痛くて。やめた方がいい、絶対。やるんだったら、前もって、ウォーキング5キロ、10キロっていうの毎日やっといた方がいいと思うよ。達成感はやばいけどね。達成感と、あともう、肉まんとかさ、リスナーさんの差し入れのね、おにぎりとかのうまさは忘れらんないよね。あと、ヒーセじゃなかったっけ？隠し撮りしたの。フラペチーノ。めちゃめちゃうまかったね。すげえ、あれは感動だよね。赤いスカート似合うだろうね、のんた。あれはうまかったなぁ。大塚巣鴨もいざなうのは楽しかった。ああ、ほんと助かったよ、マリー・アントワネットさんのおかげだよ。序盤あれがなかったらきつかったね。あえてネタになると思って肉まんにしたんだよ。いや、あれはね、肉まんはうまかったよ。俺、愚痴ったのよ。いや、肉まんはないわ、みたいなこと言ったんだけど。え？ヒーセ、あれじゃなかった？あれでしょ？秋葉原で喋ってなかったっけ？だから秋葉原ではもう確認できてたんでしょ？どこにいるか。いや、冷えてって、俺はないわーって言ったんだけど、うまかったね。めちゃめちゃうまかった。いい構図。これにしようか、じゃあ。正面からいつも撮ってたんだけど。あ、止まった？構図これでいくか。動きが大きくなると止まるのかな。アクションに弱い。フレームレートが多分少ないんだろうな。動きが大きくなると止まるのかな。多分ね、早く動くと止まるよ、こうやって。大きく早く動くと止まるはず。止まんねえのかよ。なんなんだ、原因がわかんない。そこは止まれ。かっこいい。変態がいる。スタバで友達と用事あって、その後、あ、そういうことか。だから、スタバら辺で行く行くって言ってたから待ってたのに、結局東京駅でリアトツしてくれたんだっけ？のんたんもリアトツした。のんたんもうスタッフみたいな感じだったもんね。ちなみにスクワットしてるの生で見た。あ、そうだったんだ。どこでスクワットしたのか覚えてないやん。のんたん声がセクシーっていうかアニメみたいな声だよね、のんたんの声ね。ほんとに。ずっとこ、俺声フェチだからさ、のんたんの声結構好きなんだよね。声が可愛い人は、すごい癒されるよね。スタバの店内でした。ああ、そうだね。そうだそうだ。スタバの店内でね。そうだ。そうだ。そう、ヒーセのツイッター見ていたんかいと思って。あれでも、秋葉原だよな、スタバって、と思って。リアトズしたタイミング違くねと思って。意味がわかんなかったんだよ。ちょっとパニクったんだよね、後日見て。いや、楽しかったな。やっぱなんだかんだ言って2ブロックなんだよな。モヒカンとか2ブロックが安心する。サイドいらない髪の毛。後ろも刈り上げてくれると思ったら、後ろは残されてたね。でも、牛島くんっぽさがなくなってよかった。まだある？メガネかけると牛島くん。嘘、まだ牛島くんなの俺。もう嫌なんだけど、その初見に牛島くんのくだり。めんどくさいんだけど、あれ。まだ牛島くんっぽい。
でもひげが今日短いから、うん、まだ大丈夫。あひげが長くなると牛島くんっぽくなんだ。ほら横がさ、ほら、うん、もみあげのさところが長く濃くなるからさ。うん。なんか同級生で、それ仲のいい同級生がいいんだけど、一人ずーっとつるんでる。そいつがね、俺の顔見るたびにね、どうしたお前って、今日下膨れみてえな顔だなとか言うんだけど、お前下膨れみてえな顔ってなんだよつって。お前のほっぺたなんか下膨れみてえだよなとか言って、よく、なんか下膨れとか言って、よくその言葉のチョイスをするよなと思って。カメラ変えたっていうかね、昔のカメラ引っ張り出してきたね、もうロジクールがイカれたから、マイクロソフトのテストで買ったカメラを引っ張り出してきた。後ろなかったら、後ろ飼ってるよ、いつも。後ろも、こう、五輪バーッとバリカン入れてもらってんだけど、今日入れてなかった。まあ、これはこれでいいか。うん、再起動が必要です。ほう。再起、うーん。なんか最近のパソコン自己主張してくるから嫌だよね。何このなんか再起動させてよみたいなのとか、アップデートのさせてよみたいな、パソコンがさ、なんか主張をしてくるんだよね。引っ込んでろよっていう。なんかうざいよね。しかも頻繁に来るんだよ、Mac とか。もうなんか2週間に1回ぐらいなんかバージョンが上がってて、やることねえのかよ、Mac の社員とか思わない？もうさ、バージョンアップなんかさ、2、3年に1回やれよって。ギャグ、お前ら作ってねえだろ、ちゃんと、みたいな。配信してるの生で見たけど、あれって腕めちゃくちゃ疲れない。でしょ？生で見るのと配信で見てんの全然違うでしょ、ヒーセ。全然違うでしょ？声の張りとかさ、こんなに声張ってるんだ、みたいなの思わない？その、声でかとかさ、目立つな、みたいな。うるせえと思うよね。そう。あれね、生で見るのと、その、パソコン、リスナーとして見るの全然違うんだよ。そう。だから、恥ずかしいっていう感情を取らないとできないよってよく言うじゃん、俺が。ちょっと延長するわ。延長します。さ、よくさ、配信、外配信とかって、マジで、ほんと、なんだろう、タレントばりに声張って喋ってるし、びっくりするよね。レクチも何回も見てるもんね。俺の配信とかね。いや、目立つんだよね。だからもうジロジロ見られるのはデフォだから、その中で普通っぽくやってるからね。うん。でもみんな YouTuber って言うよね。そう。それがまた若干腹立つんだよね。うん。人にぶくる、あ、そう。それももうテクニック。あと、もう何気にずーっと一緒にいるとわかるけど、よくね、カメラが変なブレ方するときあるし、よくこっち側で映してんのこっち側に持ち替えたりしてるでしょ？あれ、通行人が映らないように計算してやってんだよ。すごくない？通り過ぎる人の顔を映らないように、下に変えたりとか、こうやってやったりとか、こうやってやって、急に角度が変わるでしょ？カメラが。あれって全部歩きながら計算しながらやってんだよ。しかも喋りながら。ミドさんとかもめっちゃ声張ってんのかな？いや、だってもともとミドリさん声張ってないもん。ミドリさんは声はあんまり張らないタイプだから。石川紀之とかすごいの、すごかったよ。石川紀之、よっさんとか声張るね、やっぱり。まあ、よっさん外配信あんまりやんないけど、石川紀之はもう遠くからわかる。50メーター先から、あれ、紀之じゃね？みたいな。紀之の声がするみたいな。うん、声張るタイプは、そうだね。海老蔵さんとかはやっぱ、ボソボソ喋るタイプだから、緑さんとか、俺とかはもう、なんつうの、芸人みたいな喋りだよね。ロケですかみたいな、うん。タイプがいるんだよ、タイプが。うん、俺は結構声張る。っていうかね、っていうか今芸風とか言ったけど、俺ね、プライベートでも声でかいわ。プライベートでもこれくらいの声で喋るわ。映り込み法的に何ら問題ないことなんだけど、そうなんだよ。実は映り込むっていうのは、実は法的には問題ないんだよ。立証されたの。裁判で。っていうのも、風景としてチラッと 0.1 秒とか映っても普通の人って認識できないんだよ。
だからこう、ノンタンをこう、じーっと映したりしたらアウトなんだけど、すれ違う時ぐらいだったら風景の一部として権利があるの、実は。そう。だけど、テレビとかもモザイク入れたり、ぼかしたりとか配慮はするじゃん。やっぱり気持ちいいもんじゃないじゃん。カメラ向けられていい人と悪い人っていると思うから。だからそこは配慮は絶対必要だと思ってるよ。やっぱその、外配信を続けていくためにはさ。うん。そう。法的に問題ないけど、倫理的には問題あるとは思ってる、俺は。うん。誰もが誰も映りたいわけじゃないっていう。逆に映してくださいみたいな人とか、OK だよっていう人は全然映すけど。そう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 。いろんな人がいるから。いろんな事情が。例えばさ、浮気現場でホテル街とか通った時にさ、映って、それで浮気がバレたとかまずいじゃん、やっぱり。まあ浮気してる方が悪いっていう論理だけど。うん。だから、その辺はやっぱね、うん。そういうのはね、伝わる人には伝わるから。普通にジロジロ見られるだけでも気持ち悪いのに。うん。腕は筋肉痛にならないっすね。っていうのもトレンチワークって言って、ボーイやってた時の経験でわかるんですけど、あのね、普通の人ってこうやって持っちゃうから、ここに負担がかかるんですよ。ここに。要は、肩の構造って体重がこうかかると、ここに負担が来るんですよ。こことかこの辺に。だけど、俺脇締めてこうやって持ってるから、ここの負荷が、肩、ここ肘ロックしてみて、肘、こうやって持ってみると、いくら重さがかかっても、実は、体全体で受け止めることができるんですよ。だから、ボーイさんとかのトレンチって言って、銀色のお盆ってこうやって持たないでしょ。みんなこうやってシュッて持ってるイメージない。こうやって。ここ、ウェイトレス、できるウェイトレスとか、こうやってお盆持ってるんですよ。だからここにお皿、どんなに重たいの持ってもスーって歩けるの。こういう、あとカメラ撮るときにも有効。手ぶれってこうやって動いちゃうんですよ。ここの幅が長い分。こう。だけど、脇ロックすると、で、ブレない。カメラもブレないっていう。カメラマンが使う技法。ここをロックすることをまず覚えさせるっていう。そうすると、手ぶれの少ない動きになるっていう。うん。うん。そう。では、だから筋肉痛にはならないですね。うん。技術ですよ。職人技ですよ。これでもね、主婦とかがよくやってる。主婦は、重たいスーパーの袋持つとき、こうやって持つとき。そう。ここロックして、こう袋を持つでしょ。これね、小柄な人でも持てるんだよ。荷物。ワドさん、イケメンだな。当たり前だろ。そうでしょ。イケメンかな。イケメンだとは思わないけど。次は夏かな、山手線。いや、山手線はもうやらないっすね。旅です。っていうかね、ここにもダメージあるの分かる？ここに出来物、すっごいでかい出来物できてんの分かる？ここ。赤くなってんの分かる？これ、寒すぎて、唇割れちゃったんですよ。ここ、刀傷みたいなのあるぞ。うん。ちょっとカメラだとね、分かりづらいかもしんないけど。ここもばっかり割れて、昨日気づいた。いろんなところがね、ガタが来てますよ、体が。そう。な、リップクリーム欲しいって言ってたでしょ。だからもうずーっと塗ってる。ワセリン。てかほら、体調悪くなると俺ヘルペス出るじゃん。多分ここにできちゃったんだよ。多分そうだよね。うん、重いカバン持つと知らないうちに肘の内側に内出血の跡がついちゃうのは。ああ、わかんないな。あ、肘の内側ね。これ、ここは良くないよ。ここは動脈走ってるから。うん。っていうか、あれだな。老けたな、俺。カメラの画質が良くなって、改めて自分の顔見ると、シワとかさ、目のところとか、頬の、なんつーの、この辺とかが、30代だね。私も、下手な。老けたな。俺もう30か。いやー。でも、あれだろうね。年取っても、渋くなるタイプだよ。変な話。若い時は老け顔で、あれだったけど、
多分ね、老けてかっこよくなるタイプだと思う、俺は。親父がめちゃめちゃかっこいいの。親父も、還暦前か。還暦前だけど、還暦かも。わかんないけど、かっこいいんだよ、親父が。そろそろ結婚ですかね。のんたんがあんま結婚する気ないからね。味が出てきた。あ、でもまあ30代、40代は男は一番魅力的な時だと思ってるよ、俺は。特に俺は遅咲きタイプだと思ってるから。男は年取っていくとかっこよくなってくんだよ。女の人とね、女の人でもまあ綺麗な年の取り方ってあると思うけど。でもタイプ的にそういうタイプだろうなとは思ってた、ガキの頃から。親父の顔とか見てて、ていうか、鼻高えな、俺。鼻高えな。普段正面から見てるから、自分の顔をこういう風に見ないんだよ。アホみたいに鼻高いね。あと、デコ広いな。デコ広いな。顔と年齢って実はあんま関係ない。どういうことだ？顔と年齢は関係ない。長作博美年取っても綺麗だよね。いや、だから奇跡のおばさん世代って呼んでんだけど、ジュディマリのユキとか、あと誰だろう、椎名林檎とか、長瀬とか、長作とか、奇跡のおばさん世代だと思ってる、俺は。なんだこの人。あと、森高千里はもっと上だけど。なんだろうね、若い時より綺麗になってねっていう。あと誰だろうな。いるよね、そういう。メガネない方かっこいい。だって目見えねえんだからしょうがねえだろ。メガネないともう乱視だからぼやけるんだよ。見えないんだってほんと。年齢はただの数字。いや、それは近くないか。トイレ行ってくるわ。こんにゃく食べちゃった。お腹すいたの食べな。そうか。こんにゃくダイエットしてんのか。のんたん決まってる。のんたんは常に決まってるから。何やってんだろうって思っちゃう、あの美容。なんだろうね。整形なのかな。っていうか、みんな検索した？アスカキララのバージョンアップ。笑わない？ なんかさ、アスカキララの64回目のバージョンアップに成功とかいうさ、スレッド見てさ、びっくりしたんだよ。アスカキララの今、いいよ。なんかもう、アスカキララ整形するためにネタにされてたけど、今回はマジで可愛い、マジで可愛いって言われてて、ニコ生のミユそっくりなの。アスカキララはもう、なんつうの、整形しまくるじゃん。またやったんだけど、今回は成功って言われてんだけど、
俺はね、どっからどう見ても、あの、ニコ生のミウにしか見えなくて、またやった。全然違う顔になったよ。でもね、確かに可愛いよ、今回のバージョンアップは。すごいよね、でもここまで開き直ってさ、顔、とことん変える人すごいよね。あれ、どこだっけな。最新のアスカキララ。すごいよな。なんかちょっと素朴っぽい感じにしてんの。前回、前々回ぐらい。いや、舞さん今新しいの見てみて。新しいのすごい大絶賛されてるから、ネットで。いや、もうこれなら整形でもいいわとか言われてんの。いや、直さん、いや別に直さなくていいけど。どれかな。いや、整形なんかに金かけなくていいんだよ。どれかな、出てこないかな。出てこないな、アスカキララ。もう誰だこれって原型とどめてないんだよね。あ、これこれこれ。今見せるよ、みんなに。あれはだからおっぱいも人工おっぱいだよね。これが、アスカキララの最新バージョン。これ。ツイッター見たらすぐ見た。これ。ちょっとボケるな。ピントが合ってないんだけど、めちゃめちゃ評判いいやつ。もう誰だかわかんないでしょ。原型とどめてなさすぎて笑えない。お前誰だよみたいな。お前誰だっていう。全然違うでしょ。これが今、あのネットで話題のアスカキララさん最新アップデート完了。大絶賛されてるやつ。すごいよね。ここまで変わるんだよ。すごくない？全然違うでしょ、アスカキララ。別人なの。最新の整形技術すげえっていう。全然違うでしょ？びっくりしない？最初カマキリみたいだったのにすごい。すごいよね。でもさ、俺ニコ生のミウにしか見えないんだけど、これ。みんなどう思う？これミウでしょ？これミウじゃね？全然違う。いや、全然違うっていうか、原型とどめてないでしょ？ニコ生のミウでしょ、これ。全然違う。え？ミウじゃない？なんだろうこれ、橋本環奈っぽくしたのかな。アスカキララの元顔わかる？わかんないでしょ。全然別の顔なの。でもあんま綺麗じゃないね。あ、そう。のんた、女のネタになると声のトーン変わるし、すげえ辛口になる。あんま綺麗じゃないねって言ってた。わかりやすいよな。もうすべて、女はすべて敵だからね、ノンタンからしたら。そんなモテねえっつの。アスカキララは成功。橋本環奈生で見たけどめちゃめちゃ可愛かった。そりゃそうでしょ。千年に一度のアイドルだっけ？橋本環奈は可愛いでしょ。あ、俺、あれ見たよ。あの、能年リナ見たけど。あの、美人だったね。なんかね、もう顔の作りが違うよね、やっぱ。体と。なんか顔が小さいんだよね、やっぱ。で、あ、もう綺麗なモデルさんかなーとか思ったら、あ、なんだ、飲んじゃんと思って。2回見たね、職場で。職場って。直せばいいのね、じゃあ。いや、なー、もうめんどくさいから、そういうの。めんどくさい。めんどくせえだろ。何が正解なんだよ、その投げかけに対して何が正解なんだよ。職場ってほら、働いてる、その、何、ところのランチタイムに、ノンがいた。歩いてた。俺働いてるよ。生活保護受けてるよ。でも働いてるよ。情報が古いんだって、もう半年ぐらい見てないでしょ。の声優うまかった。あ、そっか。あの、なんだっけ。
あの、さっきのさ、映画の作品、あれか、ノンか。はい、ワード2、五代さんいらっしゃい。そっかそっか。ロハコ事件以来、古っ。古っ。にわかにも程あるだろ。1年ぐらい見てねえじゃん。全然見てないじゃん。生活保護を受けてると働け、っていうかさ、もうめちゃくちゃなんだよね。生活保護を受けてたら、働けないと思ってるけど、働けって言ったりとか。なんかね、生活保護叩きって、もうね、論理がめちゃくちゃなんだよ。ノンイコール、ノーネンリーダー。そうだよ、合ってるよ。ノンだよ。あ、でもウェブカメ問題がなんとかなってよかったな。ウェブ持ってきてあげようか、今度。何を？ウェブカメ持ってんの？2個ぐらいあるから。2個もあんの？あー、でもこれぶっ壊れたら借りたいかもな。じゃあいいか。うん、これぶっ壊れたらでいいよ。うん、何使ってんの？いくらぐらいのやつ？わかんない。うん、いや、画質は神じゃないね。あの、画質のスペックはかなり落ちてる。前のこっちのカメラは1万7000円のやつなんだけど、こっち5000円のカメラだから。マイクロソフトが出してる最高画質のやつがこれなの。だから、あの、スペックは下がってるんだよね。うん、だからね、若干荒いよ、やっぱり。俺の目から見たら。画質荒いなぁと思うよ。差し支えなければでいいんだけど、俺障害持ってるって痛感することある？いや、もう、あの、だから、いや、全然差し支えはないんだけど、障害の話すると長くなるよ。あのね、まあ、よく語ることなんだけど、俺はほんと生まれて物心ついた時から、人類がバカだと思ってたの。本当に。ほぼ 99% 話すやつ頭悪いと思ってたから、なんで世の中にこんなバカなやつが多いと思ってて。で、19ぐらいまではそれで悩んでたのよ。話が通じないのよ。俺が言ってることが普通の人にわからなかったりするの。要はハテナマークなのよ。で、なんかバカだなって思ってて。で、21からは、21から、その、病院通うまでの27の期間っていうのは、もうだんだん対応が分かってくるのよ。要は、レベルを落として話してあげないとダメなんだっていうふうに思ってたの。だけど、俺は精神病院に通って半年頃に、その話もしてるんだよ。その、社会とか世間ってどう見える？つったら、あ、ほとんどバカっすね、みたいな話とかもするんだけど、先生がとんでもない衝撃の一言を言ったのよ。俺に。島津くん。世の中の人がバカなんじゃなくて、島津くんがバカだとしたらどう思う？って言われたの。その時に、それだって叫んだの、俺は。もう超はしゃいだの、病院で。先生、それだよつって。やっと分かったよ、ありがとうって。要は、俺がバカだから、その人間って盲目なんだよ、やっぱり。要は、世の中の人がバカとかキチガイって呼んでたんだけど、そうじゃなくて、俺の方が壊れてるとか、俺の方が気違いだってなったら、健常者の人をバカに見えると。その、なんつうの、すごい発想の転換ができたんだよ。それに感動したっていうか、なるほど、壊れてたのは俺の方なんだ、みたいな。社会の方じゃなかったんだって言って感動した記憶はある。で、そこから、なんだろうな。例えば、俺障害者だなっていうエピソードはもう、ほんといっぱいあるんだけど、障害者って言うと語弊があるんだけど、発達障害なんだよね。はい、富田さんいらっしゃい。レイさんはどつ。あのね、あの、例えば、俺、ずーっとこの格好で職場に通ってんのよ。毎日黒いジーパン、毎日黒い T シャツ、上着は毎日革ジャン。で、もう、会社で毎日のように寒くないの？って言われるの。毎日言われるの。で、答えるの。寒いっすよ、って。で、なんか、はぁ、変なやつみたいな顔されるのね。毎日、半笑いで、寒くないの？って言ったら、あ、寒いっすよって。うん、毎日このやりとりあるんだけど、
同じ発達障害の女の人がいて、その人も寒くないのって言って、寒いって言って、初めて一週間ぐらい話が進んで、どうして寒いのに服着ないのって言われたの。二ターン目が来たんだよ、その女の人から。で、いや、服着るの嫌いなんすよって言ったら、あ、それ発達障害あるあるだよって教えてくれて、発達障害の男の人って、男の人っていうか、発達障害の人って服着ないんだよ。語弊があるけど、語弊があるんだけど、服着るの嫌いとか言う人多いんだよ。そう。それで、あ、あるあるの一つなんだと思って。そうそうそう。で、その時に服を買う話をしたんだけど、服って多分、服屋さんに行ったら多分デザインを見たり、色を見たり、値段を見るのが普通だと思うんだけど、俺は服の色とか、値段とか、あとデザインよりも優先することがあるのよ。あ、俺だからあれだよ、配信回ってない時飲んだんしてるけど全裸だよ、いつも。俺全裸だよ、部屋の中でいつも。どんだけ寒くても。アスペアスペ、そうそう。あのね、服の棚とかジーパンとか服とか、ずーっとこうやって触ってるの。一枚一枚こうやって服を触るのよ。こうやって。で、よく買い物すると、何やってんのみたいな。こうやって素材をこう見て、で、買える服かどうかを選ぶっていう。で、色は黒か白か赤しか買わないから、すごいシンプルなんだよね。色が黒いところに行って、ひたすら素材を触って、着れる服かどうか確かめるっていう。で、よく綿なのとか、ナイロンがダメなのとか言うけど、そういうことじゃないんだよ。着心地っていうか、あのね、着れない服があるんだよ。これ説明するの難しいんだけど、着れないっていうかね、なんかもう、だからもう、もうわかるでしょ？そわそわし始めるでしょ？そわそわするんだよ、なんか。わかんないけど、なんかもう居心地が悪くなるの。タートルネックとかじゃないんだよ。タートルネックは別に着れるんだけど、もう素材が、これ、あ、ちょっと延長しようね。ちょっと長くなるから。これは大丈夫なんだけど、あのね、なんつ言えばいいんだろう。なんかね、ダメな素材ってあるんだよね。それが何なのかはよくわかんないんだけど。子供の頃からそうなんだよね。この服着れないわ、つって。何気になかったの？色？とか言われても。いや、色じゃない。いや、このメーカー嫌いなの？つって。いや、メーカーじゃない。みたいな。生地が。素材が。みたいな。チクチクとかじゃないんだよね。なんて言うんだろう。もうこの話してるだけで俺もうそわそわするんだよ。まあそういうところかな。だから、障害者っていうよりも、その発達障害っていう言葉を知って、で、発達障害の本とかを読んでいかに救われたか。この前も、YouTube で発達障害に悩んでる女の人のドキュメンタリー見て泣いちゃったんだけど、この子が言ってることは、多分世間一般の人がこの VTR を見ても、なんか、わからないだろうなっていう。この子の辛さは一切理解されないだろうなっていうので、号泣しちゃったんだよ、俺。この子が言ってることめっちゃわかるっていう。そう、肌が敏感っていうわけでもないんだけど、あ、でもね、聴覚過敏って言って、聞こえない音とか聞こえたりとか、そういう統合失調症とか幻覚って意味じゃなくて、周波数帯的に聞こえたりとか、あとね、要は10人喋ってたら10人の会話が聞き取れたりとか、あと、色がね、俺ね、女の人張りに見えて、男の人が27色ぐらいしか判断できない。俺44色ぐらい判断できたりとか、要はね、変なね、ところで脳のスペックが高かったりするんだよ。だからその色彩とか、俺のツイッターに上げてる写真とか見てもらえばわかるけど、写真を1枚撮っても、多分その、色使いとか、構図とかがすごい綺麗だと思うんだよ。なんか写真、別に俺写真を、写真家として勉強もしたことも一切なければ何でもなくて、ただね、ちょっと多分ね、違うと思うんだよね。ツイッターで俺の写真見た？ちょっと普通の人の撮り方と違うでしょ？あ、メンサはね、受けようと思ってて、っていうのをメンサのテストを受けたら、ウェイス3っていう医学界の、なんつうの、医学界の常識になってる、IQ テストをやったら81だったんだけど、メンサのテストを受けると、アメリカ版のテストを受けたんだけど、ウェブ上でできる簡易的なやつ。あれね、139出たんだよ。だから図形とか得意なの。うん。
雨の音の波長が嫌いな人とか、そうそうそう、でも雨の波長が嫌いとか言ったらもう分かんないじゃん、普通の人って。そういうのは分かるんだよね。その俺は別に雨嫌いじゃないんだけど、うん、その風とかさ、だからそのなんて言うんだろうな、なんか普通の人とは感覚が違うっていうのは子供の頃からあったよ。ただそれが発達障害とかそのっていうのも、俺の親父とかが障害とかあんまり、なんつうの、それは甘えだみたいな典型的な古風な親父だったから、今は全然違うんだけど、昔はそうだったから。今はそ、ほら俺の弟が自閉症なのかな、結構重たいその病気で考え方だいぶ変わったけど、今写真見たプロ並みなんだけど、すごいと思えた。だからその色彩感覚とかちょっと違うんだよ、普通の人と。うん、説明つかないことがもどかしいというか、だから俺は多分多弁になったんだと思う。あの人よりも説明が上手いでしょ、なんかその言葉を使うのが上手いでしょ多分。それは自覚があんの。人よりも人の話を聞くのは超苦手なんだけど、説明をするのは多分めちゃめちゃ上手いと思うの。それはね、多分ね、自分の世界観を人に伝えるためにね、子供の頃から必死だったんだと思うんだよね。だから後天的に身につけた何かだと思うんです、その。うん、それそういうのはあるかな。てか腕太くなってね俺ちょっと待って、やっぱりさ、花火で腕鍛えてんの出てない？なんか俺腕太くなってない？なんか画面越しに見たらさ、あれ腕太えなと思ってびっくりしたんだけど。発達障害ってめちゃめちゃすごい才能あったりするよね。セカオワのボーカルもそうだよね。あのね、発達障害イコール才能があるって考え方は俺は間違ってると思う。語呂は多いほど、多だと思うね。営業でもともとトップ営業やってたよ、生きて。うん。花火で腕太くなってるな。絶対見違えるぐらい太くなってるよね。ちょ、これやばくない？俺こんな腕じゃなかったよね。ちょっと待って、何これ？ちょっと待って、待って。かっこいいんだけど。ちょっと待って。たった10日間ぐらいの、何これ？めちゃめちゃ太くなってんだけど。これみんなが作った腕だから。やっぱあれだな、1日100回以上ダンベルやってると太くなるな。みんなバカだからって言っても仕方ないって。諦めてしまった。なんとも言えないな。難しいよね。だから、障害者イコール天才なんじゃなくて、障害はやっぱり障害なんだよ。で、中に1万人に1人ぐらい、その、自分の才能と噛み合うことを見つけたりとか、その障害、あのね、発達障害って、長けてる能力とダメなところが激しい人なんだよ。で、例えば絵を描くのが天才なタイプもいるけど、その人が絵を描かなかったらただのクズなんだよ。この人絵上手いんだっていう才能に気づいたりとか、例えばあと発達障害でよくある俺が持ってる聴覚過敏っていうのがあるんだけど、これを3歳前くらいからピアノをやってたら、絶対音感が後天的につくんですよ。てか絶対音感持ってる人って聴覚過敏多いのね。だけど俺は絶対音感持ってないんですよ。うん、はい、ワドツーかっちゃん。サバンとは違うの、発達障害。例えばイチローってもう明らかにアスペルガー症候群なのね。明らかな、もう典型的なアスペの。だけど、イチローは自分のこと障害者だっていう自覚がないはずの。っていうのも、父郎って言うとお父さんの育て方がすごいって有名だけど、結局、その、好きなことをさせて、その本人の能力っていうのが噛み合った時にスパークするもんだから、発達障害はやっぱり障害だよ。で、なんて言うんだろうな、その特性を見抜いた親とかがいると、育つ可能性はあるけどね、最初の若い頃に手こ入れすることが重要。やっぱりね、変な子だったと思うよ、一郎って。一郎の小学4年生の時の作文読んだことある人いる？一郎の小学4年生の時の作文ちょっと読み上げるけど、小学生の発想じゃないんだよ。読んでみようか。ちょっと待ってね。一郎。作文。一郎の作文読みます。勉強できても、そうそう、知的障害はないからね。そこをね、勘違いされる。よくね、言われるの。和道障害者に見えないって言われるんだけど、それはね、多分精神障害とか発達障害っていうものを認識してないからなんだよね。多分知的障害とごっちゃになってるんだと思う。じゃあ、
一郎の本田圭佑か、これは一郎の作文、これ確か小学4年生かな、ちょっと待ってね、確か小学4年生だか小学2年生だか小学4年生かな、僕の夢は一流のプロ野球選手になることです。そのためには中学高校でも全国大会へ出て活躍しなければなりません。活躍できるようになるには練習が必要です。僕はその練習には自信があります。僕は3歳の時から練習を始めています。3歳から7歳まで半年ぐらいやっていましたが、3年生の時から今までは365日中360日は激しい練習をやっています。だから1週間中友達と遊べる時間は1週間の中で5、6時間の間です。そんなに練習をやっているんだから必ずプロ野球選手になれると思います。そして中学高校で活躍して高校を卒業してからプロに入団するつもりです。そしてその球団は中日ドラゴンズか西武ライオンズが夢です。ドラフト入団で契約金は1億円以上が目標です。僕が自信があるのは投手と打撃です。去年の夏、僕たちは全国大会へ行きました。そしてほとんどの投手を見てきましたが、自分が大会ナンバーワン投手であると確信できるほどです。打撃では県大会、4試合のうちにホームランを3本打ちました。そして全体を通して、打率は5割8分3厘でした。バケモン。このように自分でも納得のいく成績でした。そして僕たちは1年間負け知らずで野球ができました。だからこの調子でこれからも頑張ります。そして僕が一流の選手になって試合出れるようになったら、お世話になった人を招待券を配って応援してもらうのも一つの夢です。とにかく一番大きな夢はプロ野球選手になることです。これ小学4年生の作文だよ。わかる？意識レベルが全然違うのよ。もう化け物でしょ。だから、もう、なることを前提に生きてるじゃん。だから、なれるんですよ。だから、なるって言ったやつは、なるっていうのは、これなんだよ、よく言うのは。もう、プレゼンの域だよね。これ、小学4年生で、もう、プロで、もう、西武か中日かって決めて、契約金1億円以上で、もう、打率の話とかしてんだよ。化け物だよね。うん。アインシュタインも日本人だったら、ただの障害者扱いだった。あ、そうだろうね。ちなみにアインシュタインはアスペルガー症候群っていうのの、教会、要は病名っていうのを作った人の会長です。アスペルガー症候群っていうのは流行らせた人のアインシュタインはそのトップです。はい。だからアインシュタインとかトーマス・エジソン、イチロー、あと、スティーブ・ジョブズ。そんな感じ。息子小学1年生で発達障害ですが、IQ109。3年生をめどに普通学級に戻、3年生をめどに普通学級に戻る。あ、大変だろうね。ですが、天才気質ではないです。親が見つけないといけないんですかね。だから、よく言うんだけど、その、発達障害イコール天才ではなくて、これ、子育てどれもそうだと思うんだけど、その子の才能を見つけるのは親だよね。やっぱり。その子の才能を見つけて、投資をしてあげれるのは親なんだよ。で、投資ってよくお金をかけることだって勘違いしてるけど、そうじゃなくて愛情を注ぐことも投資だし、時間を割くのも投資なんだよ。だから、その子の人生に本当にコミットしてるかどうか、特に母親の影響が強いと思う。母親も父親もだけど。っていうのも、お父さんは仕事やってるから、意識がそっちに向かない可能性があるから、お母さんがやっぱ一番身近にいるから、そこを見てあげるっていうのは大事だと思うよ。で、発達障害ってやっぱり子供って障害とかいう概念がないから分かんないんだよ。要は変わった子なんだよ、絶対。例えば、俺の職場は、ほら、障害の人がいっぱいいるわけでしょ？ 40 人ぐらい働いてるわけだけど、いろんな人がやっぱりいるから、そう、俺はその、なんつうの、もう見た目は全然分かんないよ。みんな普通に能力高いのよ。本当に。だけど、やっぱりその、あ、障害者なんだなっていうのがいろいろ垣間見えるんだよ。エジソンとかおかんが良かったよな。もう、だからそうだよね。大成功してる人ってやっぱ家族がね、愛があったりとか、その、変なこと。要はね、アメリカにはそういう考え方があって、ギフテッドっていう言葉があるんだけど、障害を持ってるっていうことは神様からのプレゼントなんだっていう考え方があるのよ。そもそも。だから、その、絶対才能が眠ってるっていうのを、
その国民全体が信じてるんだよね。どんなことでも親から褒められると張り切っちゃうし、嬉しいから同じことをするよね。そう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 。だからその辺のね、認識っていうのが、なんか、日本人はさ、その、叩くとかいじめるとかさ、叱るっていうのが大好きだから、愛情を注ぐことが投資って、私をどんだけ泣かせるんだ。いや、愛情を注ぐっていうのは大事なことですよ。愛情を注ぐっていうのは、もう普遍的なことで。マリー・アントワネットさんが発達障害なのか何なのか、なんで悩んでるかはわからないんだけど、息子が発達障害なのか、自分が発達障害で悩んでるのかわかんないんだけど、あの、なんていうのかな。世の中の人ってやっぱ自分を基準に生きてるわけですよ。自分の体感は周りの人が当たり前だっていう、なぜか前提で生きてるでしょ。でも、その、発達障害とか精神障害というのは目に見えづらいんだよ。その脳に抱えてる病気だから、そこだよね。その目に見えないものとか、その意識の障害だから、ある意味。そこはね、やっぱね、分かってもらうっていうのは難しいですよね。なかなか。今の親っていうと語弊があるけど、愛情を注ぐって難しいことだと思ってる人多いと思う。虐待した親とか。いや、あのね、今のっていうかね、昔からダメですよ。要はね、あの、できる人間とか、やっぱりそういうのを大切にできる人間ってやっぱ 1% しかいないんだよね。やっぱり。どの時代でもすごい人はすごいし、ダメなやつはダメなんだよ。で、99% やっぱ人類ってダメだと思うんだよね。でも、その、ダメでもいいんだよ。やっぱその芸人さんとかそうだと思うんだけど、ダメなことによって、その乗り越える力みたいなのが子供についたりとかするから。芸人さんのさ、生い立ちとかって壮絶だったりするじゃん。大丈夫かよみたいな。だからこそ、その、なんかちょっと変な生き方になってるからこそ変な視点で物事を語れるから笑えるっていう。なんつうんだろうな。やっぱアートなんだよね。芸人さんとかの生き方っていうのは俺は好きですね。だからビートたけしとかもそうだよね、やっぱり。あの、葬式の映像とか見ると、やっぱその母親がすごかったんだなってわかるよね。ビートたけしを作ったのはやっぱ母親なんだなっていう。でもあのシーンはビートたけしはやっぱ神がかってるなと思ったよね。あの雷がドーンって後ろで鳴って、その、亡くなったお母さんが、その、記者たちに怒ってるんだよってよく言われてたけど、見たことある？ビートたけしのお母さんのお葬式の、たけしの記者会見っていうか取材陣に囲まれた時のインタビュー。たけしが号泣する中で雷がいきなりダーンって落ちるの。何回も。すごいよ。あれは。いや、たけしは持ってるんだよね。潜在的に。これはああいうのをカリスマだと思うけどね。生まれてる、母ちゃんごめんな。生まれてる人より貧乏な出の人の方が成功や金に対する執着っていうのは尋常じゃないと感じる。そりゃそうだろうね。ハングリー精神だろうね。YouTube にあるだろうね。もう伝説になってるから。もう超感動するよ。たけしがエグエグ泣くの。もう本当に。しかも、チャキチャキの頃だからね。今のおじいちゃんで丸くなったたけしじゃなくて、もう尖りまくってたあのフライデーを襲撃するようなたけしの頃だから、衝撃だったんだよね。もうエグエグ泣くんだよ。おいらよ、マザコンだからよ、みたいな感じで。あれはね、なんかやっぱね、北野たけしっていう男を作ったっていうのが母親だっていうのがよくわかる。いろんな、よく取材とかされてたりとか、ネットとかにも記事を、そう、立ってられなくてうずくまるんだっけ？もう号泣するんだよね。あ、俺漢字、俺小学2年生ぐらいの漢字しか書けない。未だに。読むことはできるんだけど、書けないの。なんで？
なんでわかったの？漢字ね、読むのも苦手なんだけど、特に書くのが苦手で、山とか川とか谷とか、そういうのしか書けないんだよね。画数が多くなるともう無理。もうひどいよ、俺。国語は、漢字は特に。漢字はもう0点レベルだよ。本当にひどい。なんでわかったの？なんか俺、コメント読み間違えた。うん、恵まれてる人より、貧乏な出の人の方が成功や金に対する執念、執着って言ったっけな。執念っていうものが尋常じゃないと感じる。ちょこちょこ読みがあれだったから。あ、そうだね。俺だから漢字間違えるのは結構ヘビーなリスナーさんによく指摘されるよ。俺だって仏教の縁っていうのを今の今まで緑だと思ってたの。それくらい苦手。だから仏教の縁と緑は違うよ、ワドって。こんだけ仏教に詳しくて縁起とかも語れるのに根本的な小学生レベルの基礎学力がないのよ。そう。なんとか堂さんいらっしゃい。こんばんは。うん。そう。まあ今のなんとか堂さんでももうもろ出てるけど読めないですね。あ、これは読めないでしょ、普通にみんなで。漢字はもう書けないですね。うん。だから文章にはかなりのコンプレックス持ってますね。ミンクさん、こんばんは。うん。なかなかね。だから逆に言ったら数学とか暗算とかめちゃめちゃ得意なんですよ。うん。苦手だったんだ。勝手に脳内変換してるのも才能なんかと思ってた。だから勝手に脳内変換するんだよね。多分。だから、ただ読み間違えてるだけなの。うん。だから人の話を苦手っていうのもそうなのよ。ほら、会話してる気分になるけど、実際に話さないとわからないんだよ。こういうニュアンスって。要は、一人語りをしてる感覚で、それを見てるのに近いじゃん。だから、会話とかもガンガンずれていくよ、俺。あ、イタチ、あ、ごめんなさい。イタチ父さんいらっしゃい。うん。だから、多分ね、俺の障害について、のんたん来て。多分ね、第三者が語った方が分かりやすいと思うから、のんたん来て。多分ね、のんたんが、3ヶ月間ずっと一緒にいるわけじゃん、付き合ってから。だから、こっちから座んなよ。のんたんに語らせた方が多分、まあ、のんたんの方が、やべえかな。のんたんが、なんか、こう、言ってみたらいいんじゃないの。普段ここが変だなと思うっていうところとか、なんか、あ、変わってるなと思うところ。変わってるな。うん。会話がやっぱり成立しないことが多い。例えば。例えば。うん。うん。普通なんだろう、うん、普通会話っていうのはっていうのも俺は今会話が成立してると思ってたからびっくりするんだよ、うん、してないと思われてたんだっていうので結構びっくりするんだよ、うん、普通の人はなんか主語とか述語とかそういうのをバラバラにしてもなんかイントネーションで伝わるっていう部分があるんだけど、はいはい、和道さんの場合はちゃんとそれをちゃんと筋道立てて、ちゃんと順番に話していかないと伝わらないっていうのがあって、うんはい、何がとか。あ、多いね。そう。っていうかもうほぼ何がえとか、もう一回言ってっていうのはデフォ。そうそうそう。これ、ノンタンに限らず。うん。で、多分、コメント打ってる人もそうだと思うんだけど、なんかその、なんだろう。話の流れでみんな、主語とか抜いちゃって書き込むんだけど、分かんない俺は。そうそうそう、それがなんかみんなは分かるんだけど和道さんは分かんないっていうのが多い。めんどくさいとは違うの。何を言ってるか理解ができなくなっちゃうの、うん、例えば俺がビートたけしの話をのんたんに振ってたとするじゃん。でビートたけしの会話をしてたのに、あーやっぱ天才だよねってのんたんが言ったとしたら、誰がって言っちゃう。わかる？なんとなく。いや、誰かじゃなくて、ビートだけじゃん、話してたじゃんっていう感じよ。うん、極端な例だけど、極端な例だけど、そういうのがずっとある感じかな。のんたんが言ってんのは。うん。うん、そう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 、空気が読めないみたいに見えちゃうんだろうね。うん。うん、いや、空気が読めないっていうか、俺はだからよく言ってるんだけど、空気を読むっていうことが意味がわからないっていうことは子供の頃から言ってて、空気を読むっていう言葉自体が意味がわかんないじゃん。
空気って読むって何ですかって、読むっていうのはその文字を読むとかの読むじゃないですかって、そもそも空気を読むっていうような子供だったので、先生を困らせるっていう、もう空気を読むっていう単語自体空気読めないよねって、いや先生空気読むって言うけどっていう、もうだからなんつうのもうその時点で空気読めてないんだけど、そういう子供だったね。うん、コメントの場合はなんだろうな、他には、他には、それはでもそう、以心伝心が不可能なのよ俺は。あとは、なんか音を拾いすぎちゃって、はい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 、そのなんだろう、なんかしながらだと言葉が聞こえなくなっちゃう。はいはいはい、過集中っていうやつ。そう、何かをやってると言葉、あの音が聞こえなくなるの。その世界に入り込んじゃうってやつ。だから自閉症、要はアスペルガー症候群って自閉症なんだけど、要はその脳内の世界に入り込んじゃって現実世界の音とか見えなくなっちゃったり聞こえなくなったりするっていうか、通過は無理だね。だから言ってくれないとわかんない。好きなら好き、嫌いなら嫌いって言ってみたいな。そう、だから言わなくてもわかるじゃんとか言われるとわかんないよって答えの、恋愛とかでよく好きだから一緒にいるんだよって、好きなら好きって言って、嫌いなら嫌いって言ってとか、あとその黙って怒ってるのにすっごい過敏に反応する。要は仕方されたっていう判断をするの。よくのんたんに出てってっていう時あるでしょ。あれは絶対に法則があって、のんたん黙ってる時なのよ。で、のんたんは私がイライラしてるから出てってって言われた認識でしょ。違うの、俺が話しかけてるのに仕方をされただけで俺は怒ってるの。いや、わかる？こういうことって、その仕方をするっていうことが俺にとって失礼じゃん。だったら出て行きなさいよっていう。だからなんつんだろうな、俺ね、極端な話ね、相手が何考えてるのか言葉にするまでわかんない。で、言葉にしたことっていうのは全部真実が前提として生きてるのよ。だからそののんたんに34歳って言われたらずっと34歳だと思い込むっていう、それで出てっていうの。だって何回話しかけても話しかけない、あの返答しないってことは仕方をされてるわけじゃん。で、あの例えば、職場とかで俺が上司で部下がいるっつんじゃん。で、仕方3回されたらお前帰れよって言わない？わかるかな？言葉がストレートであればあるほど俺は楽なの。嫌い、好き、直して、こうしてっていうマニュアルみたいな感じで、その、なんつうんだろう、ニュアンスとか気持ちとか心っていうものの概念を自分にはあるんだよ。ただ相手のを全く理解できないから、そこは言葉にしてもらったら絶対理解できるから、ちゃんと伝えてっていう風な感じ。ストレートであればあるほど助かるっていう感じ。乙女心がわからんとかいうレベルじゃないね。乙女じゃなくてもわかんないから。その話、発達障害とか精神障害の講義やってる大学でゲストスピーカーで行ってやれそう。まあその辺は全然語っていきたいし、そういうのは大学とかっていうわけじゃなくて、配信でなぜ障害のことを赤裸々に語るのかっていうのは、そういう誤解を解きたいっていうのがあるよね。そういう人が世の中、っていうか、あの、アスペって100人に1人ぐらいいるのね。で、精神障害の数ってみんな知らないかもしれないけど、精神障害者、要は3級以上の手帳を持ってる人って40人に1人なのよ。すごい多いのよ。学年に1人どころかクラスに1人はいるんですよ。だからそういう人たちが社会で働けない現場とか現状っていうのがあるから、もっと社会進出させていいんじゃないかと思ってるね。求めるなや、意味がわかんないそれわかる、ストレートに言葉にしてもらえないと困る。そう、実際にはすごいもっと多くて、どんどん言って、多分ね、俺から言ってもわかんないんだよ。その俺が気づいてないこともいっぱいあるだろうから、例えばその会話が成立しないっていうのも、その俺は会話成立してると今まで思ってたから、実際にはすごい、だからすごい多いんだけど、脳の中でなんだろう、他の部分で補って、多分漢字の見方もそれぞれで、その形で覚えてる人もいれば、そのなんだろう、絵的に映像として覚えてる漢字と、ちゃんとその画数とかその学問として覚えてる感じっていう、わかるかな、そういうのって感覚、画数とかじゃなくてその形で覚えてる人。俺はだから音はわかるのよ。
うん、音はわかるんだけど絵が弱いんだよやっぱり、うんうん、ストレートに言っても喧嘩口調にならない。逆に普通の人が喧嘩になるから言わないであろうっていう判断をすると俺の場合喧嘩になるの。俺にとってはずっとシカトされ続けてることになるから、俺だからあんまり怒らないはずなんだよ。普段あんまり怒ってる印象ないでしょ。じゃなくて、だいたい煽られてる時と無視されてる時に怒るんだよ。うん。あの絵を見た時の記憶力みたいのがあって、でパッと見て、でその絵を何秒か見てくださいって言って、でどれぐらいあの覚えてるか、その絵を、それと同じでその漢字をパッと見て、でそれで覚えられる人がいい。そういう人は漢字をいっぱい覚えられる、うん、で覚えにくい人はその字をよく学校でやるのが漢字の書き取りみたいので、一個の文字を何回も何回も書かせるっていう。俺だから漢字の宿題はめちゃめちゃやったの、うん、先生にも絶対勉強したら治るからって言われて、うん、ノート1ページ同じ字を細かく書き続けたの、うん、それを提出したの。テストで覚えられなかった。だからねって言って、努力じゃ補えないんだよって何回も言ってんだけどダメなの。もうめちゃめちゃ勉強したけど無理だったの。それ何回書いても覚えらんないの。じゃあ、うん、なんだろう、間違い探しとかどう？こっちの絵めちゃめちゃ得意。それはできるんだ。すっごい早いの、すっごい早いの、びっくりするぐらい早いの。こことここってすぐ分かるよ。要はアルゴリズムみたいな法則性見抜くのは得意だから、うん、比較とかは得意なんだよね。だからよく言われてんのは、そのアスペルガーの脳みそって狩猟、超狩猟民族の DNA らしいんだよ。だから狩猟民族ってほら景色がガサッて変わったりしたら獲物がいるってことじゃん。だからそういうのは気づきやすいの。ただその文化とかコミュニケーション能力みたいなの皆無なんだよ。あとちょっと判断能力の欠乏じゃないけど、うん、そのいい悪いの判断みたいな。例えば、まあちょっとあれだけど、前頭葉的な、うん、普通の人ってなんか配信するっていうあれないじゃん、うん、配信しようって思う、うん、その何だろう、小さい部屋で迷惑になるっていう、うん、その大声出したらいけないとかね、ガンガン声張って3年間喋り続けてるからな、この部屋で。その何だろう、うん、それが何かいい悪いっていうその判断、いい悪いとかじゃないんだよ。やっぱりだから隣の人に迷惑がかかるっていう概念がないんだよ多分。そう。で、そのそれがすっごい大きい、あのそういうのって言い悪いを判断するの前頭葉なんだけど、そこのすんごい欠乏した人もしいるとしたら、すっごい悪い犯罪を犯してしまうっていう。でそこのちょっとこの辺がみたいな、ぶっ壊れてんだ。かなりちょっと善悪の判断は俺あると思うんだけどな。でもその逆にだからそのなんだろう、善悪の判断がないっていうのに結構衝撃を覚えてるんだよね俺今。ないわけじゃなくて、なんかその大小だよね、大きいか小さいかっていう。悪いことの？そうそう。どういうこと？これをしたらすごい悪いとか、これをしたらちょっと悪いとか、目に見えない存在の立場に立つことができない、隣人も目の前にいないから平気で大声出せるってこと。どういうこと？目の前にいない存在の立場に立つことってできない。それが逆にできるっていうのが意味がわかんない。そういう人間っていないはずなの本来。それをいるっていう風に錯覚してるように見えるの俺は。例えばそれって心が読めるっていうことになって、あのね、よく
これね、一個これ話がつながってるんだけど、多分つながってないように聞こえるけど、一応聞いて。これ、あの、今の話の答えは大体わかると思うんだけど、俺の。まあ、その、気持ちはわからないんだよ、やっぱり。その31年間生きてきたけど、親であっても恋人であっても言葉にしないとわからないっていう前提なんだけど、それとこの話がつながってて、あのね、例えば、よく言われるのが、主語、述語とかを抜いて話されるっていうのが、俺ね、一回思考が止まるはずなの。パッて言ってから何がっていう、その一瞬の間があるんだよ。俺、クイックに話した。それってなんでかっていうと、だよねーとか、言われても、その主語述語がないってことは無限の可能性をランダムでブワーって検索するのよ。で、おそらくこのパターン、9000パターンぐらいあるのな、誰っていう質問なの。わかる？だからそれを空気で読めるってどういうことなんだろうって。だから一回一回脳を全回転させてんだよ、俺。いや、なんかね、自分の頭の中で、会話が成立しちゃってて。違う、そのタイプじゃないの。違うんだ。違う。それが先に行っちゃってて。違う。そのタイプじゃないの、俺は。じゃなくて、一個一個の会話を、その、俺ね、あの、時系列が苦手なのよ。障害、特にひどいのが。あの、時間軸が人とぐちゃぐちゃらしいのね。過去と未来と現在っていうのがないらしいの。はい。まあ、それはよく時間がないとか、よく放送で言ってるからあれなんだけど、なんて言うんだろう。シチュエーションとか、その環境とか言葉とかって状況とかによって全く違ったりするじゃん。それをその今の会話の流れでこうでしょっていうのはよく言われるんだけど、それは逆であなたの世界観であなたの解釈がそうだからでしょっていう、俺にはそれ伝わってないよっていう感覚があるのよ。だからね、逆だから これが俺が子供の頃から思ってた世の中の人間周りはほとんどバカっていうのはここなんだよ。なんでこれで伝えた気持ちになってるんだろうっていうのがまさにその障害だったんだよ。わかるかな、なんとなく。道徳より自分がどう思うか。そう、俺はだから、その、いつも言うんだけど、悪いことの判断っていうのは自分がされて嫌かどうかなんだよ。あと法なの。この二つ以外は何やってもいいってよく言うでしょ。だからこれは俺の処世術なんだよ。自分がされて嫌なことと法律を守る以外のことは何やってもいいっていうのはここなの、俺は。壮大な哲学を聞いてる気分になってきた。だから哲学っぽく生きなきゃいけなかったんだと思う、俺は。そのリズムでいかないと自己防衛っていうよりも自分をそのコミュニケーション、要は分からないわけじゃん、伝わらないわけよ。その伝わらないのがなぜなのかっていうのを理論武装しないといけないわけよ。だから逆にその言語能力とかそのプレゼンテーションに関しては後天的に発達していったわけよ。要は特性としてじゃなくて仕方なく処世術として覚えていったんだと思う。自分の哲学を持ってる人は素敵だし、いや、哲学っていうよりもそう自分を説明するためのツールなんだよ、多分。その、なんていうの、例えば、そう、大体わかるじゃんっていうのはわかる人の世界なんだよ、やっぱり。だけど俺はわからないのがデフォなわけじゃん、子供の頃から。だから例えばその物心ついて、そのお父さんとの会話今でも覚えてるんだけど、お父さんとの記憶何個かしかないんだけど、親父と電車に乗ってった時のその3歳か4歳の時のね記憶が、下から満員電車のサラリーマン見るとみんなうつむいて暗い顔して通勤してたので、お父さんなんでこの人たち暗い顔してるのって言ったら、親父があこいつらみんな奴隷だからだよって言った時に、なんで奴隷になるの、奴隷やりたくないことなんでやるのって。流されて他人の言うことを鵜呑みにして生きてるからだよって言われたの、親父に。だから俺はそうじゃない生き方をしようって思ったの。こういう顔したくないからっていう。わかるかな、なんとなくこういう。わかるかな、伝わる。だからその当たり前とかは通用しないっていうか、当たり前っていう概念があんまりないんだよ。なんて言えばいいんだろうな。伝わる？その、常識とか当たり前って言われてるものって雰囲気なんだよ、すべて。わかる？誰かが言ってたからっていう。でも、俺の場合、誰かが言ってたことっていうのを理解できないから、わかる？なんとなく。誰かが言ってたことって誰かの意見じゃんって考えちゃうの。で、多くの人が思い込んでるだけでしょって考えちゃうのよ。
日本人生まれたことが間違い。よく、だから、その小学4年生の時に恩師がいるんだけど、その本当に母親の前でこの子をアメリカに連れて行かないと、この子の才能が潰れるから、もう海外で育ててくれて、資金的に余裕があるんだって言ってたのを、必死に説得してたのが、同調圧力っていうよりも、同調圧力が効かないんだよ、俺。厄介なことに。あのね、これはいいところでも悪いところでもあるんだけど、あの、根回しとか同調圧力みたいなのは一切効かないの。何人が誰が言ってようが全員間違ってるっていう判断をするから。正しいことは正しいっていう。でも最近それも変わってきたけどな。なんかダメなやつにダメなことをやらせるのもそいつを育てることなんだって思うようになってきたかな。能力差があるっていう風に感じてきた。それは自分も含めてね。要は自分の物差しでみんな生きてるから、自分の失敗の経験もしないと成長ができないんだっていうこと。だからその失敗させないといけないんだなっていうのを分かってきた。その答えをいきなりその突きつけた、正論だとしても正しいことだとしても突きつけたとしても理解できない人がいるっていう、うん、伝わってる？大丈夫？うん、親父はだからあのね、その、うん、俺の予想を言うんだけど、親父も発達障害なんですよ。遺伝なのね、自閉症って結構。で、親父は気づいてないんですよ、未だに。親父気づいてないのよ、やっぱり。で、今考えると親父も相当変だったんだよ。要はサラリーマンたちがバーって言って、自分もサラリーマンの立場で、息子のヘンテコの質問に対して大声で、あ、こいつら奴隷だからって言えちゃう親父なのよ。おかしいじゃん。やっぱり親父もアスペなんだよ、どう考えても。でも親父の場合って、その努力家で成功したし、年収も高かったし、社会的地位もあるから、でも親父のエピソードとか聞くとやっぱアスペなんだよ。例えばその、今からね、10年ぐらい前、50代ぐらいの時に、その、役員になって、ディズニーランドの子会社の。で、役員会議の時に、その携帯電話、役員の携帯電話が支給されるんだって。で、会議で頭来たからっつって、役員全員ぶん殴って、携帯電話を折って役員クビになったっていう話をしたんだけど、もう、50過ぎてやることじゃないじゃん。明らかに発達障害なんだよね。うん。国内旅行、世界に出てほしい。あ、いや、世界行くんだよ。その、あの、前段階で、その、やるんですよ、国内は。旅行じゃないや、と。うん。和道は言葉が多すぎる。え、のんたん喋って、全然。えいや、のんたんに説明してほしいのよ。うん。どういう。例えば、だから、あ、この人、普通じゃないな、っていうか、その、だから、そう、なんつうの。あー、でも、俺がいくら言ってもさ、彼らに説得力がないじゃん。言葉ってほら、偽れるじゃん。だから、なんつうんだろうな、第三者が語った方が分かるし、俺も気づけるじゃん。あー、あと、うん、睡眠障害もあるでしょ。あれはちょっと、どうにかなんないもんかなっていう。なんか普通だったら、なんか、なんだろう、トイレに起きるとか、ねえ、そういうのあるでしょ、やっぱり。トイレに行きたくなって起きるとか、なんかそういうのなくて、もうひたすらなんか寝続けるっていう。死んだように寝るよね。うん。それがもう12時間以上とか普通で寝るから、あ、大丈夫かなって。あとなんだろう。あのやっぱ呼吸だよね。うん。でもね、それはね、あの、精神障害とあんま関係ないと思うよ。多分ね、睡眠障害は睡眠障害で別であるんだよ、俺。うん、それはそれはなんだ。うん。それは多分それだと思う。うん、多分ね、うん。新しいフォロワーさん、カズマンさん、フォローありがとう。うん。猫と思えばいい。ナルコレプシーは違う。ナルコレプシーはね、突然ガクって寝ちゃう人だから、職場にいるんだよ。あの、気づいたら寝てる人。そう。あれはね、もう、なるこ、二人見たことあるけど、別の職場でも、本当にガクって寝るよ。会話の途中とかでいきなり寝るからね。睡眠障害はそれほど専用の病院。そうそうそう、それはまた別。うん。だけど、あの、ここね、一番難しいところなんだけど、あのね、発達障害って治ると思ってる人がいるのよ。これが厄介。あの、昔で言う性格異常だから、治らないんだよね。補うことはできるよ。フォローしたりとか別の
対処法を身につけることができるんだよ。要は喋りたくなったら黙ってろとか要は極端な発言をしなければいいわけじゃん。あと分かってるふりをするとか、うなずくとかさ、要はモーションじゃん。だから理解はしてなくても俺うなずくこと多いじゃん。わかる？うん。うつと過剰睡眠は相関性ある？あ、絶対ある。うん。絶対ある。自分もちょっとね、あれだからね。そうなんだよね。そう。あのね、なんで、その、ノンタンをここで引き合い出しても難しいだろうなっていうのはね、俺と同じくらい別の障害をノンタンが、明らかに多分ね、俺自分で3級で妥当だろうなっていう自覚はあるんだけど、あのノンタン多分ね、2級か1級相当なんだよね。うん。うん。ノンタンは何だろうね。まあ別に俺はそんなカテゴリーとか別に変なの全然気にしないからあれだけど、普通ではないよな。アスペルガーは感情じゃなく理屈で対応を覚えていくんだっけか、治療って。そう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 。マニュアルを作っていくの。自分の取扱説明書。ひたすら、だからすごいよ。俺、だから治療始まった時に、あの先生に提案されたのが、あなたと喋りたくないですカードを作りなさいって言われて、要は人と喋ると口論になる時があるから、ムカつくやつとは喋りたくないって言ったらレッドカードを作るので、ここに喋りかけるなって書くの。喋りかけないでくださいとか、それ出してたもん、こうやっていきなり出されるんで面白いでしょ。喋りたくないですって、うん、こうやってパッて出すの、うん、これね、あのもう鉄板。うん、なんだ、サバンはね、全然違うよ。サバン症候群はレインマンとか見たらわかるよ、うん。サバンは全然違う。サバンは知的障害持ってるから。うん、知的障害で、よく、うん、あの、引き合い出されるのが数学とか。そうそう。あと絵とか空間をね、パッて覚えられるっていう。うん、要は一度パッて見たものを窓の数とか全部を記憶できる。落ちたマッチの数が分かるとか、ね。そうそうそう。それはレインマンのエピソードね。うん、それはトム・クルーズが気づくシーンなんだけど、バーってマッチをぶつかって、マッチもバラバラバラって落ちた時に3497本とか言って、なんか数字は適当なんだけど、え、お前分かったのかって言ったら、そう、あ、マッチの数とぴったり合ってるって言って、ポーカーやんの。それカジノ行くんだよね。そうそうそう。それで数字を記憶させんの。カードを読むっていうね。そう、うん、サバンっていうのは知的障害を伴ってるんだけど、なんか電話帳を全部暗記できたりとか、まあ、明らかに知的障害的にもう、あの山下清さんみたいな感じなんだけど、いやっていうか山下清がサバンじゃん。例え間違えたわ。山下清はサバン症候群だわ。和道さんが7時間眠って会社に行って夕方帰ってきてご飯食べて寝るって国村だからね。分かってるよね。ん？どういうこと？和道さんが7時間、俺14時間寝てるよ。会社行って夕方帰ってきてご飯食べて寝るって国村、分かってるよね。何言ってるか分かんないわ、まず二人とも羊たちの沈黙、俺大好きだよ、羊たちの沈黙。うん、好き？いいよね、大好きだよ、アンソニー・ホプキンス。ていうか俺ホプキンス博士の気持ち分かるもん。分かる人と分かんない人がいるんだけど、浅井さんとかノンタンは分かる人なの。俺はなんつうの、わかる人なんだよ。だから、ぶっちゃけた話、普通の人と会話してるよりも、俺、浅井さん軽い知的あると思うんだよ。本人も言ってたけど。で、ノンタンは重い精神病持ってると思うんだよ。そういう人の方が話がしやすいんだよね。俺は。サバンもいろいろある。音が得意だったり、絵が得意だったり。いや、あれはサバンの認識が違う。サバンって知的障害伴ってるのをサバンって言うから、あれはだからテレビが間違った広め方してる。どちらかっていうと、松村はサバンじゃなくてアスペの方が近い。うん。昔中井くんもドラマで演じてなかったっけな。松村って、あの、ビートたけしのモノマネする人。ああ。モノマネをあの人は。あの人はサバンじゃない、絶対に。っていうか、あれはテレビが語弊。ああいうのやめてほしいんだよね、ほんと。あれはアスペ。うん。アスペっていうか、あの、男性だよね。それ言っちゃいけないこと。ダウン症はね、ちょっと NG かな。NG ワードかな、うん。国民のための国であるべき。ああ、ていうか、国っていう概念が何なのかっていうのも面白い考え方で、ちょっと話それるんだけど、国って民なんだよ。っ
ていうのを分かんなくなっちゃってるのよ。国と政府をごっちゃにしてるんだよ、今の日本人って。政府は政府なの。国民の代表者の議会なんだよ。だから国の概念がね、日本人ってもう骨抜きにされてるから分かんないんだよね。国損、国の損益。いや、それは分かるんだけど、なんで俺が働くことが国の損益なのかが分かんないっていうこと。国損は意味分かってるよ。うん。ハンニバルと、俺はね、レッドドラゴンが意外と好きなんだよ。あのね、レッドドラゴンの2作目の方のレッドドラゴンのあの男とあの女の、その要はもうボロボロじゃん、女の子も目見えないけどピュアで、男も心が歪んでる自覚があるわけじゃん。だけどあの心の綺麗さ、美しさに惹かれていくわけじゃん。あれがね、俺はね、やっぱ響くね。なんか本当の恋愛とか綺麗なものっていうのは俺ね、これ俺の哲学なんだけど、綺麗なものって歪んでるんだよ、うん、美しいものって歪んでるんだよ、うん、これ俺の考え方なんだけど、だから歪んでるからこそ美しい。なんでかっていうと、この世っていうのが歪んでるから、うん、だからこの世の歪みに対して素直に受け取ってるとやっぱ歪むんだよ。だから綺麗なものってやっぱね、汚さっていうかね、儚さっていうかね、なんかね、壊れてるんだよね。うん、綺麗なものほど壊れてるっていうのは俺の哲学で。だからこそ、あれは恋愛なんだよ。だけど、あれを怖いって感じるはずなの、普通の人は。その、歪んでるとか病気っていう表現をすると思うんだけど、俺はすごい綺麗に見える。綺麗に見える。つまらない人生を送ってほしくないってことは、そう言ってそれなら理解できる。うん、だから、羊たちの沈黙と、まあ、ハンニバル、まあ、レッドドラゴン好きなんだけど、俺両方とも好きだね。ハンニバル・レクターがやろうとしてることっていうのは神の否定をずっとしようとしてて、それがすごい面白いと思った。そういう構成になってるのわかる？ハンニバル・レクターって何をずっとしようとしてるかっていうと、要は神様がいない証明をずっとやってるんだよ。だけど、で、神様いないって言って、要は神、秩序の側になってる、法則の側になってるんだよ。で、それをずーっと犯罪者を研究することによって、いかに神がいないかっていうのを研究してるの、牢屋の中で。だけど、一輪の花を見つけちゃうのよ。この子はもしかしたら神に選ばれた子かもしれないって。それがあの女性警察官。そう。だから恋をしちゃうんだよ。そう。だからこの子のためにっていうことでいろいろ試すの。要はね、小学5年生のいたずらみたいなことをやるの。要は意地悪をずっとするの。で、この子の神様との戦いなのよ。この子の綺麗さっていうのはいかに揺るがないものなのかっていうのをずっと試すんだよ。だからあんなにひどいことをずっとし続けるの。でもそれって綺麗じゃん。本当の恋愛を探してるんだよ。わかる？わかるかな？ハンニバル・レクターは本当に恋をしてるんだよ。うん。あ、風船ありがとう。ちょいちょい内容言わないで。いや、言うよ、俺。うん。そう。だから、最後の答え、最後のシーンは、ああいう答えで終わるわけでしょ。うん、あれ、続編あったんだ。続編あるあるある。羊たちの沈黙とハンニバル。両方とも名作ですよ、うん。ちょっとね、ハンニバルの方はグロ要素。あ、でもね、俺はね、ジョディ・フォスターのエピソードを語りたい。ハンニバル語らな。なんで2、ジョディ・フォスターじゃないか知ってる？ジョディ・フォスター確かハーバードでの超高学歴なんだよ。IQ めちゃめちゃ高いんだけど、でもレズビアンなのね、彼女。でも超可愛いじゃん。ジョディ・フォスターあの頃知ってるでしょ？もう超やりたい女なわけじゃん。で、監督がジョディ・フォスターの大ファンなのよ。で、そのレズビアンに対するジョディ・フォスターに当てつけでレイプシーンを書いたの、台本で。で、ジョディ・フォスターがブチ切れたの。私に対する冒涜だっつって。こんなの私にこの役やらせたいための続編じゃんって言って、降りたの。ジョディ・フォスターにやってもらいたかったよね。羊は意味が分かんなかった。羊がだから、だから、その、あれは母親に対するマザーコンプレックスを描いてると思ってて、なんで洋服を着て、なんで、その女装をするのかっていうのは、女の人になりたいっていう変身願望があるのよ。だから若い子の、こう、肉を剥いで、服を作って、ドレスで綺麗に踊るでしょ。あれは多分ね、その、母親に対するコンプレックス。母親に愛されなかったからこそ、母親自身になるっていう儀式のように俺は感じた。だから分かるっていう。分かるよって。分かるけどやっちゃダメだよっていう感じ。うん。
イェール大学か、ありがとう。うん。だから、その、なんつうのかな。そう、犯罪者の心理をうまく書いてるよね。やっぱ、普通の人が見たら、支離滅裂なんだよ、やっぱり。でも、その、歪んでる心とかを持ってると、それがやっぱわかるんだよね、その、なんか、その、だから映画でやるべきなんだけど、その、実際にやっちゃったらダメなんだけど、映画でその、作家とか代弁するわけじゃん。代わりにやらせるわけよ、犯罪者とか悪役に。人を殺したいって願望は誰に持ってる？お茶持ってきて。うん、ありがとう、飲んだ。水入れればいい。うん、水入れればいい。深いですね、話。俺はだから、それはなんかわかるって感じがしたよね。その、なんで彼は、その、女性の服を作ったのか。なんでに、女の、若い女の皮で、肉を剥ぎ続けて服を作ったのかっていうのは、女になりたかったんだよね、やっぱり。本当に。うん、で、その、コンプレックスの原因っていうのは、やっぱ母親なんじゃないかっていう。うん、ありがとう。うん。うん、でも、わかんないよね、普通は。うん。なんだろうな、だから、悪役とかでわかんないけどわかるっていうのは結構あるけどな。うん。Hulu にハンニバル映画入ってなかった。まあ、人気作だからね。うん。ハンニバルいいっすよ。うん。ハンニバルはまあでも、グロの要素がすごい強いけどね。羊たちの沈黙がやっぱ面白いっすね。あと、レッドドラゴン。うん。レッドドラゴンは好きですね。あの、どうしようもない、こう、刹那的な恋愛というか、うん。太った女限定だったんだね。太った女限定ってわけじゃなかったはずだけど。太った女限定ではなかったよね。確か。うん。若い女の子限定だったと思うよ。てか、アメリカ人みんな太ってるからな。うん、日本人からしたら。俺がだからよくみんなが好きって言ってわからないっていうのは、レオンとかわかんないよね。ナタリー・ポートマンがひたすら可愛い映画だと思ってるから。ワド、今日はそうだな。そうだね。うん、なんだろう。俺が、だから、描きたい映画っていう、よく映画作りたいって言ってるんだけど、二つテーマがあるんだよ。二つ、その、頭の中で脚本があるんだけど、その、なんていうのかな。その、俺はドキュメンタリー撮りたいんだけど、そうじゃなくて、シナリオ書くとしたら二つ撮りたいテーマがあって、それは、あの、ね、一個だけ言おうか、一個。その、霊能力、なのか、占いなのか分かんないんだけど、ひたすら喫茶店で相談を受け続ける男の話を書きたいの。その男っていうのは、女子高生から主婦から、いろんな人が噂が噂を呼んで、その、いろんな相談を持ちかけるの。占い的な意味で。で、看板を背負ってるわけでも何でもないのよ。バーでも、喫茶店でも、ファミレスでもいいんだけど、ひたすら相談を受けて、ひたすら相談を解決していくんだけど、その、相談を解決していくたびに男が何かを失っていく。得てくと同時に失っていくんだけど、簡単に言うと、その、色彩を失っていくっていうテーマで映画を作りたいと思ってて。で、最後、気づかぬうちにそれをやっていきたいの。一個解決する、一個解決するっていうたびに、この世界から赤がなくなったりとか、黄色がなくなったりしていきたいの。で、ゆっくりゆっくり2時間かけたら最後モノクロになってるっていう映画。これ、何かっていうと、レオンの麻薬捜査官頭の中で5回殺した。レオンのあれは良かったね。あいつはね。画面から伝わるワドの高揚感。うん。それを映像表現したくて、これ何が言いたいかっていうと、なんて言うのかな。何かの能力を持ってるっていうことは、何かを引き換えに、その問題が、何かを得るっていうことは何かを失っているんだよっていうことを教えたいっていうのもあるんだけど、その男が何を持って解決をするのかっていう、それは、まあ、いっか。やめよう。うん。うん。そう。その設定をパレットっていうタイトルでやりたいんだよね、俺は。うん。その、霊能力を持ってる、霊能力じゃなくてもいいんだけど、その超能力っていうものを持ってるんだけど、それを、
使えば使うほど何かを失っていくっていうのが同時であるっていう。あともう一個はその脳内の世界っていう、要は夢の世界とか深層心理の世界と現実世界っていうの区別がないんだよっていうことを、普通の人にも分かりやすくストーリーを書いてるんだよ。俺が好きな映画、あと好きな映画なんだろうな。いや、普通に定番のものとか好きなものいっぱいあるけど、バックトゥーザフューチャーとかも好きだし、インディージョーンズとかも好きだし、ダイハードとかも好きだしね。あ、でも、それ、なんだろう、衝撃を受けたのはバタフライエフェクトとか、あと、告発っていう映画とか、ザ・ダイバーとか、色の引き算面白そうじゃん。っていうのも、色がなくなっていくっていうのは映像表現なんだけど、そこにはメタファーが含まれてんのよ。その、映像でわかりやすく例えてるんだけど、その、あのね、悩みを解決するっていうのを解決できる人とできない人がいるんだけど、なんでかっていうと、その悩みを抱えてるっていうのが、そのホムンクルスでね、それやられちゃったからね、ホムンクルス見た時ね、すごいね、悔しいと思ったんだけど、その人の痛みがわかるっていうことは、その人のことを理解できるってことなんだよ。つまり、その人の悩みっていうのが自分に内包してる状態なんだよ。で、それを彼女のことが救える、例えば女子高生で彼女のことが救えるっていうことは、自分の中での解放であったりとかがあるんだよ。その自分の中のものを一個消化することになるんだよ。で、何かを失うっていうことは何かを得るなんだよ。だからモノクロで始まって色がついちゃうと、本当はモノクロで始まって色がついていく方が俺はしっかりしてると思ってるんだけど、順番的にやるとね、めちゃくちゃになるんだよ。要はモノクロの中に赤が入っちゃうともうバレるんだよ。あ、そういう設定かって。だけど、引き算にすることによって、本当はモノクロからカラーにしていきたいんだけど、バレやすいから、カラーのものからモノクロにしていくっていうのはね、途中まで気づかないんだよ。あれって、気づいたらなんか画像おかしいぞっていうところにはクライマックスに行ってるはずの。それをネタバレせずにやったら結構面白い映像表現になると思ってんだよね、俺は。そう。だから、この中で、いきなり、多分ね、茶色とかがなくなってもね、気づかないはずなんだよ。この色とかがね、普通に白黒に変わっててもね、人間って判断できないんだよ。あとは、もう一個のテーマっていうのが、二つの現実世界っていうのを、全く違うファンタジーみたいな世界と全くの現実空間っていうのを書きたくて、ずーっと、その、女の人を探すっていうテーマでやりたいんだよね。シンドラーのリスト。白黒からから、あ、見てないっすね、シンドラーのリストは。その、女性をずーっと探し続ける話をしたくて。ずーっとひたすら、女性を探し続けるっていう。でも、その世界には女性はいないっていう。で、もう一つの別の主人公は、もうずっと病院から目が覚めない、俯瞰した状態でその人をずっと語り続けるっていう。で、殺人事件が起こったとか、あや自殺なんじゃないのっていうドラマを、その、外部の人間にやらせたいの。男だけの世界じゃなくて、ずっと主人公は女の人を探してるの。女の人に話がしたいって言って。でもずっといないの。で、もう一つの物語の方では並行して進むんだけど、ずっと病院で、え、これって大変な事件なんじゃないのとか、マスコミがどうしようっていう、看護婦さんとか医師とかがごたごたしてたりとか、だから新聞記者にやらせたら面白いかもね。もう一人の主人公は新聞記者で事件を追うっていう形で。で、容疑者はもう意識不明の状態。容疑者っていうか、まあなんだかわかんない事件が起こったけど、主要人物されてる男性は意識が昏睡としてると。で、ずーっと物語が進めていくんだけど、どういうことかっていうと、その、もう一個の主人公っていうのは、女性を探してる方の主人公っていうのは、精神世界の方のあの世なんだよ。それは現実として書くんだけど、現実の別の物語として書くんだけど、ずーっと探してるけど見つからないっていうのは、自分が殺した彼女なんだよ。だけど、こっちの世界っていうのはあの世で、こっちの世界はこの世でしょ。で、ここにはいないんだっていうのと、要は彼女を探すと、この世界が崩壊するっていうのをリンクさせておくんだけど、結局この世界が崩壊するっていうのは何なのかっていうと、彼の精神世界のことなんだよ。そう。で、現実世界に戻るでしょ。
現実世界に戻った時に、あ、彼女を殺したのは自分なんだっていうことに気がつくのよ。わかる。だけど彼女はどこにもいないじゃんっていうのが面白くない？自分が作ったあの世だと思ってた精神世界にもこっちの世界にも彼女はいないんだよ。で逮捕されるシーンで終わりたいの。ガチャって手錠をかけて終わりたいの。原和夫系のドキュメンタリー、ドキュメンタリーをやりたいよね。だからその脚本を書くんだったらその2つをやりたいと思ってる。オセロは何の表現？よくわかんないな、オセロって。俺は何だろう、マイケル・ムーアが好きですね。マイケル・ムーアのかっこいいところっていうのは、映画っていうのを武器にしてるけど、実はその彼がやろうとしてることっていうのは、映画を武器に現実を変えようとしてるっていう。俺はあのそれね、実は映画を作ろうっていうのは、あの30過ぎてからかな、結構ね29とか30過ぎてからなんだけど、あの俺一番最初になりたいと思った夢が、あの本当のこと言うと考古学者なんだけど、本当のこと言うと映画監督なの。ここは結びついてんだけど、ジョーカーさんいらっしゃい。あのね、俺ね、インディ・ジョーンズになりたいが夢だったの、一番最初の夢は。で、母親にインディ・ジョーンズにはなれないんだよって言われた時に、じゃあインディ・ジョーンズを作った人になりたいって言ったら、映画監督になりなさいって言われたので、子供の頃映画監督になるには何をしたらいいかっつって、8ミリビデオを初めて狙って、俺だから小学2年、うん、小学4年生かな、3年生かわかんないけど、ずっと8ミリビデオを回してる子供だったの。面白いでしょ。いつもカメラ持ってる子だったの。だからほら、昔の人だったらわかる、今スマホを持ってるけどさ、カメラ撮る係っていなかった。カメラを持ってるやつって俺らの世代にあったの。デジカメとかを持ってたの、常にカメラをずっとある生活だったのよ。写真を撮ったりとか映像を撮るっていうのが大好きなのよ。そう。だから、なんつうんだろう。その、インディ・ジョーンズになりたいことと、映画監督になりたいっていうのが繋がってて。だから今、それを回収してるんだろうね。多分、旅人になりたいとか、旅をするっていうのは多分、インディ・ジョーンズなんだと思う、俺は。その、一番最初のイメージ。別にインディ・ジョーンズに今なりたいわけじゃないんだけど。ハリソン・フォードになりたいわけじゃないんだけど、マイケル・ムーアなら今の日本で言うと森達也とか。ああ、まあ、そうかな。でも、森達也が戦ってるのは社会を変革しようじゃなくて、あくまで、その視聴者にメディアリテラシーを教えてるっていう感覚だけどな。フェイクとか見ても、あと、なんだっけ、禁止の歌のやつとかも見たけど、ドキュメンタリーで。あれは、要はメディアっていうのは操作できるんだよ。印象操作って余裕でできるから、反対側の意見、いや A2 とかもそうだよね。オウム真理教って本当に悪なのみたいな。それってオウムが悪なのかどうかとか、サムラコーチがどうなのかってことじゃなくて、お前ら本当に考えてるのかっていうことを視聴者に言い続けてんだよ。だから森達也は俺別だと思ってるけど、ドキュメンタリー作家としては好きですね。スティーブン・スピルバーグの作品か。だから、インディ・ジョーンズってスピルバーグの作品じゃなかったっけ？違うっけ？インディ・ジョーンズってスピルバーグだったっけな？俺はでもマイケル・ムーアが好きですね。そうそう、中道を書こうって、中道っていうかちょっと反対側寄りに書いて、そう、社会で言われてることとはちょっとだけ反対側寄りに書いて中道に寄せるっていう感覚だよね。合ってるよね、スピルバーグで。髪型、ありがとうございます。今日切ってきました。そうなんだよ。で、その、なんつうんだろう。俺は、でも、森達也さんの意見とは反対で、偏ってる方が面白いと思ってて、作家っていうのは、なんか、その、別に中道にする必要あるのっていうのはあるけど、フェイクとかすげえ面白かったけど、森達也さんの主張もわかるけど、作家は尖ってていいんじゃないかなとか思ってて、むしろ歪んだものを見たいんだよな、っていうのはあるよ。SF のイメージがスティーブン・スピルバーグがある。E.T. がね、やっぱ、E.T. とあと、未知への遭遇か。だから、俺はマイケル・ムーアの生き方がすごいかっこいいなぁとか思ってて、あれはなんかニコ生的だよね。面白いと思う。すごい、
考えさせるんだよね、やっぱ。事実を突きつけて考えさせるのと、狂った人間と普通の人間との対比みたいなのがすごい面白いね。百田さんの永遠のゼロは最高。あー、見てないっすね。永遠のゼロ。いいって言うよね。名作だって。小説も読んでないし、映画も見てないっすね。いいって言うよなぁ。見てみようかな、今度。邦画だと好きなのはね、伊丹十三監督とか、あと、なんか、四股踏んじゃったとか、シャルビーダンスとか作ってた人好きでしたね。四股踏んじゃった好きだったな。シャルビーダンスとかね。マルサの女2とか最高だよね。めちゃめちゃ面白い。映画撮りたいっすね。あ、俺だからね、便所太郎さんが撮った映画ちょっと興味あるんだよな。どんなん撮ったんだろうと思って。メガネデブ最高だったよね。ラストエンペラーってなんだろう、見たことないかも。カメラ映りきれい。いや、これね、悪い方ですね。ロジクールよりも、古いカメラ引っ張り出したんですよ。ちょっと画質は気に入ってないですね、正直。5000円のカメラなんで、若干やっぱ悪いっすよ。まあ、こっちのね、パソコンの内蔵カメラより全然いいけど。なんだろうな。ドキュメンタリーでやりたいのは、だからホームレスを徹底取材するっていうか、ホームレスの主張だけを集めたやつはやってみたいかな。なんかホームレス、テレビのホームレスのイメージとか取材とか見るけど、みんな辛いですとか、働きたいとか、社会に居場所がないとかさ、なんか悲観的なホームレスばっかり集めてるけど、俺の知り合いのホームレス、みんな人生を謳歌してるから、ホームレスがいかに楽しいかっていうのをね、俺はもうコメディとしてやって、コメディドキュメンタリーとして、もう有田さんとかに出演してもらって、ホームレス最高だよーみたいな V とかをめちゃめちゃ集めて、なんか資本主義に対するカウンターカルチャーみたいなのやってみたいよね。あれっつって、金なくても面白いんじゃねえ人生ってみたいな。今はそれが必要だと思ってるけど。アルムさんいらっしゃい。そう、なんか金稼ぐことが本当に成功なのかみたいなさ。で、なんか社長とかさ、もう成金みたいなやつらとかにさ、なんかザ成功者みたいなのに話インタビューで最後締めくくるとか、超皮肉なことやりたいよね。3日やったらやめらんないっていうよね。だ全然食えるかんね。星野ゆらさんいらっしゃい。楽しんでってください。ランちゃん激推しなんだ。ランちゃん激推しは面白いな、ちょっとな。でもか、ランハゲ放送中じゃん。大丈夫。ランちゃん激推しなんでしょ。ランちゃん激推しの子がワド2ってこれひどいよね。超面白いんだけど。ランちゃん激推しでランハゲが今放送やってんのに、はい、ワド2って。もう、超皮肉だよね、これ。いいなぁ。ランちゃんにコメントしてあげないと。あ、嬉しいですね。人間である限り金の不安からは逃れられない。そうなんだよね。なんか欲求としてはすごい低い次元な感じがするんだよ。なんか、非常につまらないよね。非常に面白くないことをさ、なんか金があった方がいいなんてさ、そんなバカでもわかることさ、小学生でもわかることなんでさ、何を堂々とカッコつけて世の中の真理であるみたいなさ、なんか、ドヤ顔してるやつとか見るともう腹痛いんだよね。金なんかあった方がいいに決まってんだろみたいな。でしょ？そんなことね、人前で言うことじゃないんだよね。コメントさっきしてきたの？あ、ありがとう。そっかそっか。そう。だからね、なんかね、別に人様の前で、大層なことを言うようなことでもないと思ってんだよ、俺は。金なんてあればあるほどいいのなんか誰でもわかってるんだよ。ただね、金でね、なんか神になったかのように振る舞うのはね、俺は滑稽だと思ってるから。金なんかあった方がいいに決まってんだろ、みたいな。みんなそう思ってるわ。
だからなんかそういうのをとことん小バカにした映画みたいなのは作りたいなとか思うよ、うん、金ないのに超幸せそうなやつとかもバンバン取りまくるみたいな脱洗脳だよ脱洗脳、うん、超楽しそうなニートとか、うん、取材しまくりたいよ、うん、あれっつってニートの方が良くねみたいな もう少し多様性に許容のある世の中、そうなんだよね、うん、多様性がこの世の中の秩序なんだけど、なんかね、誰かの都合で生かされてるっていう自覚がないんだよね。洗脳されてんだよ。金持ちの最終形は島で魚釣って自給自足の生活らしい。金なくてもできるじゃん金ない人がやることなのに、金持ちの最終形は魚、島で魚釣って今すぐ行けよ。バカじゃねえの、本当に。そんな金なくてもできるじゃん。そこだよね。だから俺は、だからその金持ちキスのやつって、金持ってるのが正義だっていうやつの発想力の乏しさにびっくりするんだよ。今すぐやれよっていう、会社辞めてとかビジネス辞めてって思わないと思うけどな、俺は。原人でも、ていうかね、そんなのいつでもできるじゃんっていう。幼少期貧しくてやりたい学問もできなかったこと考えると、今お金を自由に使えるのは幸せに感じる。いや、それはそれでいいんだよ、別に。ただ、その、なんか資本主義の権限みたいなやつって、なんか金稼ぐといかに素晴らしいかアピールとかしてくるかもしれないけど、お前一人でやれよみたいな金持ちアピールをしないと、なんか、なんつうの自我が頼もてないっていうか、本当に幸せだったらアピール必要なんてないじゃん。うん、でもアピールやつっているじゃん。それがね、なんかおかしいと思っちゃうんだよ。幸せは金なくても得られることに最後気づける。そんなのに後から気づけるっていうのがアホだよね。うん、プロ配信者なんですか？最近稼ぎ悪いんで、もしかしたらプロ配信者廃業になるの今月ありえますね。うん、今月次第ですね。ちょっとね、稼ぎが止まってるんで、下手したらプロ配信者じゃなくてアマ配信者に戻るかもしれないです。まあまあまあ、今月の末次第じゃないですか。稼ぎ次第っていうか。どうなんですかね。それはまあ、僕が決めることじゃなくて、うん、周りの人が決めることなんで、わからないですけど。残り8万円いくかこれ。いかねえんじゃねえの。わかんねえけど。うん、いやー、ついついテスト放送なのに結構放送やったな。喉歯磨いてる。よく幸せになりたいとか言う女いるけど、幸せは感じるものですよね。感じるもの、幸せになりたい。違う違う、だから幸せになりたいって言ってる女ってさ、楽して金持ちと結婚したいとか、そういうことじゃん。そういうこと言う女って、相手を幸せにしようとかないんだよ。だから幸せになれないんだよ。だから仏教だよね、欲の塊なんだよ。あの、幸せな人って与えるから幸せなんだよ。そう、その共存するから幸せなんだよ。シェアとかさ、その与えるっていうこととか概念がないんだよ。もう楽、いかに楽していい生活するかみたいな、もう欲望の塊みたいなやつとかは不幸だよね、やっぱ、うん、俺はだから不思議だなと思うのが、なんか収入がままならないから結婚すると思ってるの。
お互い一緒に住むってなんでやるのかっていうと、なんで結婚するのかっていうと、貧乏だけど支え合って頑張ろうねっていうのが結婚だと思ってたの。普通そうじゃん。っていうか、昭和とかそうでしょ？だからこそ一緒に頑張っていこうね。家事をやって旦那さん仕事に専念して収入を上げてこうね。一緒に住んだら家賃もその分かかんない、電気代も半分で済むっていう考え方じゃん。だけど、最近のなんか結婚って、所得がしっかりしてないと結婚できないとか、なんかね、もう本当に狂ってるなとか思うんだよね。女は養わないといけないとかさ、バカじゃねえのかなと思って。うん、俺はなんか、その辛い時一緒に支え合っていくこともできないやつが、だからうまくいかないんだよね、結婚とか。そう。俺は全然毎日のんたんといて、お餅食ったりとか、今日のご飯お餅だったけど、すごい美味しかったし、一緒にいて一緒に支え合うから、頑張り合えるから、幸せなのに。なんかこいつら大丈夫かなっていうのあるよね。まだも結婚したいの。俺はのんたんが結婚したいって言うんだったら全然結婚してもいいと思ってる。今すぐ別に婚姻届に判を押しても全然構わないよ。結婚したいとかしたくないとかじゃなくて、別にしたいんだったらすればいいし、したくないんだったらしなきゃいいしっていう。ただ俺は彼女とずっと一緒にいたいと思ってるよ。そう、見返り求めるのが嫌なんだよ、俺。見返りを求めることってグッドでも何でもなくて、そう、人参がさ、馬が人参ぶら下げてるのと一緒じゃん。だから、プレゼントとかギフトっていうのは見返りを求めずやるもんなんだよ。だから、いいことだと思って、彼氏の好きなものをあげたとして、不満な顔された時にごめんねって言えるやつが最高のやつなんだよ。不満言われたら、なんで私のプレゼントにそんなこと言うのとかいうやつは見返り求めてるやつなんだよ。クソ野郎だよ、ほんとに。若いうちは共働きワンダーボローのでしょ？そういうね、絆があるね、夫婦ってね、どんな苦境な時でも離婚なんてしないんだよ。なんでかっていうと、一緒に生きてきたから。一緒に辛い時を乗り越えてきたから。でもね、楽しようとかね、そういうね、あざといやつっていうのはね、ちょっとでもね、ちょっとしんどくなるだけでね、こんな予定じゃなかったとかね、なんで浮気するのとかなるんだよ。男も女も、それは両方とも一緒。うん。俺は生きることだと思ってるから。一緒に生きていくかどうかしか考えてないから。一緒に生きていくと幸せになれるのかどうか。だからそれに結婚が必要なのであれば結婚すべきだし。結婚なんて契約だから、ただ。俺も誰に対しても何の見返りも期待してないわ。それでいいんだよ。うん。そう。まあ、あれだよ。俺の意見はかなり偏ってると思った方がいいよ。一般常識とは全く違うこと言ってるから、そこはなんか鵜呑みにしないでね。偏ったことを言ってるだけだから。俺の常識っていうのは世間で言うとこの非常識だから。そこは忘れないでくださいね。いや、そうでしょ。俺が正しいと思ってるってことは世間で言うところの非常識だよ。うん。それでいいと思ってるから。うん。でも結婚ってお互いを支え合って生きていくのも間違ってないと思うよ。いや、もちろん、間違ってないよ。それがでも俺は本来正しい結婚だと思ってて、そうじゃないじゃん。でも、今多くのカップル、多くの結婚してるのが。うん。誠意の問題、誠意なんかなんで見せる必要があるの？俺ね、あとね、結婚っていうのは本人の問題じゃなくて取り巻きの問題だと思ってるから、やっぱりね、結婚する必要なんてないんだよ。うん。だから、周りの家族とか安心させるかどうかとか、そういう問題だと思ってるから、うん。誠意とか、だって俺思うけど、なんで親に誠意見せないといけないんだと思うもんね。俺はのんたんが好きなのだって別にのんたんの親が好きかどうかはその人を見て決めるから、うん。なんで、その好きな人の親は好きにならないといけないのかっていう。俺はそういうカルト宗教やってないから。うん。それが最低限の誠意じゃないの。いや、誠意、だから誠意って誰に対する誠意なのっていうのがあるから。うん。逆に言ったら俺にも誠意見せろよ、ほらっていう。うん。それがよくわかんないんだよね。うん。
別になんか嫌いな親であれ何であれ兄弟であれ嫌いな人は嫌い好きな人は好きだから、うん、結婚するかどうかは俺が決めるっていう、俺と彼女が決める、それ以外に口出しさせないっていう、そういう考え方ですね。うん、俺は、うん、大体ね、あの親であれ何であれね、あの人の彼女とかにね口出しするのは失礼ですよ。アフリカじゃ 75% が結婚届出さずに同居してますしね。そう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 。なんか別に、なんか俺結婚って宗教だと思ってるから、しかもやばいカルト宗教だと思ってて、神様に誓おうっつって、神様の前で一生幸せにしますとか言って、チューまでして指輪まではめちゃって、で、その 3組のうちの1組がもう考えられないとか言って、別れましょうとか言って、なんだこのショートコントだよ、俺からしたら。もうバカバカしくてさ、神への冒涜だよね、本当に。俺は本当に神への冒涜だと思ってるから、いや、思わない。俺普通にこいつら神様なんか信じてねえ、非国民だと思ってるよ。うん。神様を道具に、自分たちの性欲とかを解消するために、自己顕示欲とか性欲とかを解消するために、神へも欺くんだよ。うん。俺はそういうことはできないですね、神に対しては。うん。笑わせるぜ。本当に。これ本音だよ。全然。あとね、結婚が何なのかも分かってないんだよ。結婚って扶養義務と遺産相続の義務が発生するだけなんだよ、法的に。それもそんなのも知らないだけなんだよ。だから、あれなんだよ。揉めるんだよ。ゆたぽよさんいらっしゃい、こんばんは。うん、私、家族と親戚と親友の前で、違ったよ。ああ、違ったんすね。うん。和道さんにとって神って何？宇宙法則ですね。現象です。神はいるんじゃなくてあるんですよ。神を信じてる人だけね。だから神は人じゃないって。擬人化、人の形をしてないってよく言ってる。むしろ俺らは神のパーツなんだよ。俺らが神でもあるし、すごい微細なパーツだけど、ね。うん。誓った？うん。いや、まあ、誓っていいと思うんだよ。うん、別に。うん。当たり前のことに感謝できない。そう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 。シンプルでいいじゃんっていう。うん、うん。あ、横山ゴールドさん。横山ゴールド。いや、いいですね。嫌いじゃないですよ、初見さん。あ、ゴールドっていう選択もあったんだ。あ、いいですね。嫌いじゃないですね。ありがとうございます。コテハンで笑ったのは久々ですね。横山ゴールド。色違いですね。どうも。こんばんは。よく考えるわ、本当に。トランプ大統領についてどう思いますか？いや、もう最高だよね、本当に。本当ね、俺はね、もう最高な気分だよ、本当に。俺、アメリカ人になりたいもん、やっぱり。あ、もうさ、あいつら頭悪いって、絶対。カエルさんいらっしゃい。俺はもうアメリカ人が大好きだな、あの狂った国民。クレイジーな国民。もう、だってさ、俺、日本で例えるなら、ホリエモンと蓮舫どっちに大統領にするって話だと思うの。日本で、あえて例えるのはもっとすごいと思うんだけど、ホリエモンと蓮舫で、ホリエモンにしようぜ、みたいな。狂ってるじゃん、アメリカ人って。俺、そういうバカなアメリカ人が嫌いじゃないね。まあ、なんつうんだろう。日本にとっては追い風だよね。いや、そういうことでしょ？もう、もっとバージョンはすごいと思うけど、きついよね。いやー、すごいよね。いやね、でもまあ、なんだろう。まあ、殺されないかな、大丈夫かなっていうのはあるけど、俺は嫌いじゃないですよ。っていうか、なんつうの、トランプ大統領がどう、こうじゃなくて、そのトランプを大統領にしちゃうアメリカ人が結構好きっていう感じ。うん。もうすごいよね。日本じゃ絶対ありえないことだから、羨ましいっていう感覚かな。まあでも安倍政権にとっては追い風だと思ってるけどね。うん。安倍政権は安泰になったと思ってる。安倍さん追い風だな、みたいな、うん。自民党超やりやすいよね。うん。あいつ手なずけるの簡単だよ、多分。あいつ手なずけるの簡単だと思うよ。日本の官僚とかよっしゃーっつってるぞ。
バカが大統領になったぜーっつって、うん、戦争起こるだろうね、うん、なんかね、ブッシュの時にすごい似てるっていうか、ブッシュよりもやべえやつ選んだと思ってる、うん、いや、そんな感じしない、うん、いや、あれを大統領にするっていう発想がね、なんだろう、日本じゃ絶対考えつかないよね、うん、いやー、愉快な国だよな。なんか楽しそう、アメリカ人って。すげえ楽しそう、うん、だって4年に1回革命が起こるんでしょ。まあ厳密に言うと8年に1回だけど。なんかもうオバマのぶり返し、ブッシュからオバマのぶり返しもすごかったけど、オバマからもうバカでしょアメリカ人。ブッシュでオバマ選んだのに、オバマからトランプかよみたいな、とんでもねえ発想力だなと思って、なんかね、もうね、極端極端だし大胆。橋本徹に似てる？トランプ。全然違うでしょ。橋本徹なんてよっぽど優秀だ。よっぽどまともだわ。全然だよ。トランプとかもうやばいでしょ、ほんと。全然違うと思ってる。橋本さんは賢いよ。うん、あの人頭いいよ。トランプはバカって言ってるわけじゃないよ。トランプがバカなんじゃなくて、トランプを大統領にしたアメリカ人がバカなんだよ。いや、橋本徹まともでしょ。うん。会見はよく面白かったね。お前の話は聞かないみたいな。いや、なんかさ、オバマとさ、あんな仲良くさ、なんか、ヘコヘコ会談したのにさ、会見でさ、オバマはクソだみたいなこと言って、もう、お前、生主かよって思ったよね。ディスだよ。はい、それいらっしゃい。お、笑わないよ、ほんとに。オバマとさ、仲良くさ、どうみたいな会見した後にさ、初めての大統領会議で、オバマクソだぜみたいな。手のひら返し、もうね、ほんとね、コントかよと思ったよ。うん。いや、それで為替操作してるんだけど、頭いいよ。あの、トランプは頭いいからね。ちなみに言うと。もう、ただね、もう、為替のことしか考えてないと思うよ。本当に。ドルをどうするかとかしか考えてないから、あ、ドル高か、みたいな。ちょっと下げようかな、みたいな。アホのふりしようかな、とか。あ、ここ、ちょっと、賢いふりしようとか。金の亡者だよ。いい意味でも悪い意味でも。橋本さんやってることと言ってること違うじゃん。いや、だから、いや、まあまあまあ、俺は賢いと思ってるだけで、橋本徹は。何が賢いかっていうと、言ってることとやってることが違うかどうかじゃなくて、やっぱ弁が立つし、あの、なんつうの、あのポジションから、ああいうその大阪府知事になったりとか、政策とかをやろうとしてて、まあ、まあ、よくやったよなっていう。説得力がある。よくも悪くも。そう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 。だからね、なんかキャラクターとしてはいいかなっていう。あのね、っていうか、もっと言おうか。俺は政治で日本が変わると思ってる奴が俺はバカだと思ってるから。無理だよ。日本人で優秀な奴が政治家になろうとしないから。まず、政治で何か変わると思ってる右翼とか左翼とかは俺はバカだと思ってる。まず。賢い人は政治家なんかやらない。優秀な人間が日本人で政治家選ぶと思う。政治家って二流の人間がやるんですよ。うん。だから、その二流の人間がやる、なんか、レースだと思ってるね。二流の人間が一流ぶる面白いレースだと思ってるから。うん、俺は政治に何にも期待してないですね、うん。なんでかっていうと、民主主義を採用してる時点でそうなの。多数決だから、ただの。ただの多数決の票取りゲームなのに、政策とかどうこうとかね。あ、でもね、最近ね、自民党がね、いい政策やってるなって思って、なんかね、いいなと思ってますね。いい法案結構出してて、まあ、頑張ってるなと思って。結構、僕は安倍政権いいなと思ってますよ。はい。自民党推してるわけじゃないです。ちなみに。僕は総理大臣蓮舫でいいと思ってるんで、誰がやっても同じだと思ってるけども、安倍さんは結構頑張ってんじゃないかなと思ってますね。
別に反論はいいですけど、政治論争をするつもりはありません。はい、政治では日本は変わりません。それが僕の答えです。だから有権者にすり寄るゲームじゃん。人格の問題じゃないんだよ、賢いかどうかじゃないんだよ。有権者のボトム、要は一番太い層に媚びを売れるかどうかっていうゲームだから。なんだったら日本は変わるの？日本は変わりません。日本は変わりません。表に出てる政治家の力よりも裏で操る存在、まさにトランプなんか黒幕はすごい。すごいよね、本当に。いや、でもね、それはね、政治家、ほら、よく言うけどさ、アメリカ大統領っていうのは、その操り人形でっていう話よく出るけど、政治っていうものそのものがそうだよ、やっぱり。あ、ダメですよ。だから個人改革しかないと思ってるね。個人の生き方を変えるっていう、もう一番シンプルな考え方ですね。日本が変わるっていうのは、国民が変わらないと変わらないと思ってるから。そう。政治家で変わるっていうのは、他力本願なんだよ。無理だよ。だから国民の意識を変えさせることができる政治家、ビジョンを見せる政治家とか、だからまあ本当にね、孫正義みたいな人がね、政治家になったら面白いなと思うよ。余生でやるわ、つって。はい、たまこちゃんいらっしゃい。ポピュリズム怖いよね。自分が変わるしかない。ほんとほんと。だから自分が国だっていう感覚ないんだよ。日本人って国っていうと政府をイメージしちゃうから。だから政府が国だと思ってんだよね。バカだよね。俺らが国なのにっていう。な、あくまで代表者でしかないから。そう。まあでもね、総理大臣を自分で選べないのはどうかなと思うけど。ちょっとトイレ行ってくるか。楽しいな、今日の放送。ずっと見てんの、そっから。ハゲチャピン。ハゲチャピン。総理大臣選したら、もっと学生とかが選挙に参加する。選挙。いや、若者は選挙行く意味ないと思うけどな。勝てないの分かってるからね。なんかね、若者が選挙行かないのは、頭がいいから俺は行かないと思ってるの。バカだから選挙行かないと思ってるっていうのが嘘だと思ってて。だって、若者の意見は絶対通らないっていうの分かってるじゃん。仕事サブルさんいらっしゃい。若者の意見ってさ、例えば100人の村がありました。多数決で、村のルール作ります。若者が10人しかいません。あとは90人年寄りですって言うと、年寄りの言うこと通るじゃんって若者だったらわかるじゃん。バカじゃないんだから。だったらそんなことやってる場合じゃないじゃん。それは一票の差の価値が分かってない。どういうこと？どういうこと？いや、90人、年寄りや人口比率で年齢別とか性別にちゃんとフェアにやって、で、一票の価値っていうのが、本当に一票の価値があるように担保するんだったらわかるよ。平等にやりましょうつって。そういうルールじゃないんだよ、日本の政治って。だから、バカだから言ってんだよ。
だから橋本は若者に選挙行けっていうことによって誰にアピールしてるかっていうと、年寄りがそうだそうだっていうことをやってるわけよ。だから橋本徹は本当に若者に選挙行かせたいんじゃなくて、自分の有権者の層、要は政治家って、要はさっきも言ったけど、ボリュームのある層に支持された方が勝ちだから、お年寄りの代弁して、そうだ橋本いいこと言ったっていうアピールをしたいから若者に行けって言ってんのよ。わかる？だからそんなのも読み解けないっていうのが俺はおかしいと思ってんの。だから橋本徹が賢いって言ってんのはそこなのよ、俺は。橋本徹は、その、アンチ、反権力みたいなことを言いながら、実はお年寄りの気持ちをがっちり掴むアピールをしてるわけよ。うん。それうがった見方かな。俺は政治家で優秀っていうのはそういうことだと思うけど、票が取れるやつっていうのは、例えば俺が政治家になれって言われたら、俺同じこと言うけどな。うん。うん。働こうとか。もうおじいさんたちが喜ぶような若者。うん。うん。になるけどな。どうなんだろうね。うん、じゃないと政治家で票取れないからな。うん、どうなんだろう。先ほどまで大手なるレクチャー配信見てましたが、過疎に手の内を教えちゃっていいのかなと思ってた。あのね、これはね、俺の独特の考え方なんですけど、俺はふわっちに大手が来れば来るほど、ライバル、強力なライバルが来れば来るほど面白い。過疎なむぬしが大手になればなるほど面白い。なんでかっていうと、ライバルが増えれば増えるほど僕が努力、次のステージに行けるからなんですよ。でしょ？だから普通の配信者の考え方っていうのは、ライバルが増えると閲覧持ってかれるから嫌だって考えるの。違うの。俺は自分の力量分かってるから、自分がどこまで行けるのかって大体分かってるの。だから、今俺がやるべきことっていうのは、ふわっち全体が盛り上がって、ふわっちが盛り上がることによって、いい配信者を育てることによって、リスナーの数がふわっちに入ること。要は、ふわっちのダウンロード数が少しでも上がることをやりたいの。そしたら、割合的に俺のリスナーさんが増えるっていうのを分かってんの。俺がトップに行けるタイプじゃないんですよ。でも、ふわっち全体を盛り上げることによって、要は、いい配信者に、どん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 育てることによって、自分が最終的にリターンがあるって考えてんの。だから、能力のある人はどんどん、俺を、ね、飛び越えていくべきだし、力のある配信者、外部でやってる力のある配信者は、どんどんふわっちで稼いでいって、言ってもらいたいと思ってます。そうすることによって間接的に自分のためになると思ってる。いつもこんな長くしてるんですか？俺結構長いね。でも年寄りからの反対で大高都構想なくなってやめたよ。だからすり寄り方間違えたんだろうね。逆境好きなんだよね。逆境が好きっていうか、好きだね。蹴落とそうとかないっすね。蹴落とそうっていうのは自分の実力に限界があるっていうのを知ってるからなんだよ。要は、もう自分の力を育てようとか、自分を上に生かそうっていう気がないんだよ。要は自分が上に居続けるためには下を蹴落としていかないとダメっていうのは、自己成長を止めてるんですよ。僕は配信者としてもっと上に行きたいんですよ。仲間増やした方が絶対ふわっちが盛り上がった方がいいんですよ。その方が最終的に大きく見たら、自分の可能性を広げることになると思ってるんですね。だから、俺は手の内はバンバンシェアするのが今の時代に合ってると思ってますね。優秀な人間っていうのは、優秀な分だけ稼げる時代になった方がフェアだと思うんで。だから、僕より稼げる人はいっぱいいるはずだと思ってるんで、潜在的に。その人は稼げばいいと思ってる。だから、そういう手助けができるんだったら、俺は嬉しいと考えるかな。足の引っ張り合いは自分の成長を止めるよね。成長を止めるよ。だって、ふわっちから蹴落とし合いなんか始まったらさ、ふわっちから人がいなくなるだけで、つまらないサイトになるだけで。だったら、稼ぐやつもバンバン出てさ、あ、こんなやつできんだ、俺もやってみようかなって思わせた方が得じゃね。ふわっちは配信者っていうよりアウトローが、素人仲良しツール。あ、なんか最近増えてきたよね。アウトローがね。まあなんかでも上位にいる層は結構熱い人が結構いると思うけど、ていうかね、ふわっちはっていうかね、ニコ生もツイキャスもそうだよ。ただ目につきづらいだけなんだよ。要は大手がいっぱいいるからバーンっつって上位に大手しかいないからそう見えるだけで、実は下の方クルコロ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 ってひたすらカーソルするとね、もうね、過疎同士の慣れ合い、素人の慣れ合いとね、アウトローのくだまきがいっぱいあるんだよ。ただ埋もれてるだけなんだよ、ニコ生とツイキャスは。ふわっちは、配信者が100人ぐらいしかいないからすぐ目につくんだよ。カーソル下にクルクルってやったらすぐいるんだよ。それだけだよ、カルシウム。絶対そう。
いやまあ配信っていうのがそもそもそういうね、持たざる人のツールだから、うん、本当にリアルが充実してる人もネットやらないっていうのが俺の考え方だから、コンプレックス持ってる人たちの話を聞いてもらえない人、社会で充足感を得られない人たちも、なんか、なんつうの、吹き溜まりの場所みたいな、なんつうの、声溜めみたいな場所だと思ってるから、うん、俺も含め、うん、俺らはうんこですよ。友達作りに来てる人多い。ああ、なんか出会い系ツールみたいになってきたよね、最近ね。うん、最近なのか昔からなのかわかんないけど、うん、なんか配信で出会うっていうのが当たり前になってきたよね。まあ俺もそうだもんなっていう、ノンタンと出会ってるのもそうだから、何が出会い系ツールだよな、おめえが一番出会ってるじゃねえかよっていうな、何たまにあげてんだこいつって話だよな、リスナーにちょっかい出してな。自然体でやってると、趣味がないから話せない、うん、いやなんつうんだろう、話せないのに配信やろうと思ってるのか俺は意味がわかんないよあのさ食べたい痩せたいってよく言うんだけど、女の子って食べたいし痩せたいんだよ。で、食べたら太るんだよ。でしょ？バカなの？みたいな。だから、なんつーの？どっちかにしようよっていう、その、矛盾してるの自分で分かってんだから。喋、うん、ればいいし、喋んなく、な、面白ければ何でもいいんだって。なんかリスナー増やそうっていうのが間違いなんだよ。うん、リスナー増やそうっていうのは間違いだと思うよ、俺。俺全然リスナー増えたら嬉しいっすよ。増えたら嬉しいけど、リスナー増やそうっていうのはあんまないっすよ。食べたいし痩せたいでしょ。だから、痩せたいのに食べちゃうから不幸になるんだよ。ね？わかる？だから食べたい時に食べる！幸せ！痩せた！食べない！幸せ！なんでこんなシンプルにできないんだろうなっていう。そう、食べたら幸せなのにさ、食べれば食べるほど不幸になるってさ、狂ってるなって思うよね食べて後悔すんだから、メンヘラかよっていう。確かニコ生は沼系が金持ち始めたら、リスナー離れ、ん？確かにニコ生は沼系が金持ち始めたらリスナー離れしてる。あ、ちょっとよくわかんねえな、どういうことだろう。いや、だから嫉妬のツールなんだよね、ニコ生は。ニコ生そういう サイトなんだよ結局ね、下げすんで見てて、結局ね、なんか好きだから見てるんじゃなくてね、なんかね、貧乏人とかね、不幸なやつを見てね、安心してるだけのツールだから、金掴むとね、結局ね、役割が機能が果たせなくなる。っていうか、腕太くなったよな。やばくね、これ。これ、たった10日間とかだよ。たった10日間ダンベルやり続け、ね、これやばくない？明らかに変わったよね、腕。ちょっと話変わって申し訳ないんだけど、俺こんな肩なかったよね。俺の腕じゃなくないこれ。どう思う？これどう思う？みんな。どう思う？絶対太くなってるよね。どう？どう？みんな。人間って鍛えると変わるんだな。おぉ。ビッグダディが人気だったのと一緒。どうかわかんないけど。筋肉すごいな。やっぱ、やったら増えるんだな。やったら増えるんですよ。マッチョになるよ、このままいったら。とんでもない腕になるよ、これ。ベルセルクになるよ、ベルセルク。なんであいつあんな腕太えんだ、みたいな。いや、配信やってるからっすよ、つって。どういうことってなるでしょ。配信って普通体鍛える場所じゃないでしょ、みたいな。いや、配信やったらめちゃめちゃ腕太くなりますよ、みたいな。意味がわかんねえよ。よっさんや野田が昔の貧乏さがなくなってた。ああ、それはあるよな。身長、体重わかんないですけど、身長171っすね。体重75ぐらいあんじゃねえかな。クソデブだかんな、今。りんたろういらっしゃい。ていうかさ、りんたろうって何者なの？なんなの、あのタトゥー。もうね、すごいんだよ、このりんたろうって配信者。もうね、こっからここまでブワータトゥー入ってんの。しかも、その、和彫りとかのタトゥーじゃなくて、もうなんかすげえパン、なんつうの、パンクスみたいな、もう髪の毛緑だし、なんかバンドマンみたいな、すげえのよ。だけど何が面白いか、そういうのってゴリゴリのアウトローみたいな感じだよ。イメージすると。違くてメンヘラなの。
髪の毛ブワー、ピアスバカー、腕立てブワーだけど常に減らってんの。弟がなんか LINE 連絡来ねえんだけどさーみたいなさ、おキャラなんでお前のそのメンタリティでお前そのメンヘラなのにタトゥーこんな入るのっていうね、このギャップがすごいんだよね。もう見てて面白いんだよ。なんかいつも減らってんの。タトゥーバリバリのイケイケのあんちゃんみたいな感じなんだけど、なんかねもうすげえナイーブな子みたいな感じなの。もうほんとにメンヘラなんだよね。なんでそのメンヘラのそのリンタロウがこんなごっつごつのタトゥーが入ってんの。俺ちょっと興味あるんだよね。どう間違えたらそうなるんだろうみたいな。和道さんは喋りってどこで覚えたのか気になる。俺喋るのが好きなんですよ、昔から。うん、覚えたとかじゃなくて好きなことって、好きこそものの上手なれって言うじゃん。本当に喋り続けて、もう喋りを仕事にしたいっていうのが俺の夢だったから、まあ、嬉しいですね。なんか、どんなところでもいいの、本当に。配信じゃなくてもいいから、なんか、ステージ用意されて、バーとかで、お前ちょっと暇な客に向かって喋り続けろとか、ラジオとかでもいいし、なんでもいいのよ。人前で喋って何か飯を食いたいっていうのが夢だったから、一個叶ってよかったですね、それは。うん、軍屋さんいらっしゃい。とにかく喋りたいっていう。喋る喜びみたいなのないですか？喋りっていいよ。何がいいかっていうと、お金がかからないんですよ。ここが素晴らしい。お金がかけずに楽しいことができるっていう、この喜び。シンプル。すごくなんか人間としてシンプルな、なんかこう、なんか技術だと思っていて。僕は喋りで、こう、何かを生み出すとか、なんか喜びとか悲しみとか怒りとか、いろんな感情が芽生えるっていうのは素晴らしいことだと思いますね。喋りが好きなんです。結構ラグってきたか。いやーすごいよね。何時間一体このペースで喋り続けるんだっていうね。俺も多分なんかたまに思うよね。なんかやっぱ病気だなって。普通の人間ってパソコンに向かって3時間も4時間も、ちなみにこれね、このパソコンが配信パソコンなんだけど、3時間も4時間も喋り続けるって異常だよなって本当に思う。病気だなって。典型的な病気ですよ、これ。ネット依存とはちょっと違うとは思ってるけど。人生の重みというか経験値がある気がします。知らんだな。答えを教えてあげようか。人生の経験値があるかのように語ってるだけです。ペラッペラですから。ね、結局ね、31年平等なんですよ。でしょ？ 31 歳だから31年生きてるやつは同じボリュームで生きてんの。そこに紆余曲折あんの。その喋り方が上手いだけで、結局それが厚みがあるかのように聞こえるのよ。で、同じ熱い人生を送ってても、喋りが下手な人っていうのは伝えられないから、薄っぺらく見えちゃうのよ。だから普通ですよ。人と一緒。31年平等に生きてんの。ただそれを誇張して話すのが上手いだけだよね、俺の場合。普通に、要は、例えば、リンゴが美味しいっていう話で、10分引っ張れるかどうかなんだよ。うん。島田紳助がね、言ってたけど、芸人さんのトークのレベルっていうのは、プロ野球全体を知ってるマニアになる必要はないと。そうじゃなくて、マニアが知ってる、この人すごいっていう選手を一人覚えればいいの。この選手の生い立ちとか人が知らないようなエピソードを知ってる、それを語れるようになることで、野球界全体を知ってるかのように素人は錯覚するし、ファンからすると、おー、そんなところ好きなんだ、渋いね、玄人だねって。そういう玄人っぽい、ね、いい、自分だけの、だから歴史もそうなのよ。全部の歴史を把握してるんじゃなくて、一個好きな武将を徹底的に知ってるだけで、それを語ってるだけで、うわ、この人すごいわ、歴史詳しいってなるの。これが島田紳助流トーク術なんですよ。だから、その、漫画でもいいし、一冊でもいいから、一タイトルでもいいから、徹底的に、コアなキャラとか覚えておけばいいんだよ。話すの上手っていいですね。どうなんだろうね。あ、でもね、今日ね、職場の人に言われたんだけど、
職場の人に、あの、タイとか旅行いいんじゃないですかって言われたの。旅行くんならバンコクとかタイとかいいんじゃないですかって、ほら、涅槃像ってありますよねって言われた時の俺の返しが、そうですよねって、涅槃像って言ったら、ストリートファイター2のサガットステージですよねって言って、ストリートファイター2の会話に持ってって盛り上がった時に、しみじみ言われた。あの、タイの旅行の話をしてたのに、そこからストリートファイター2の話に持っていく話術すごいですねって言われた。なかなかな切り返しで、要は、関連ワードで自分の得意な話したい方に誘導するのがうまいって言われて。うん。なかなか、よくよく考えたらその話術すごいっすねって言われて。ちょっと嬉しかったね。そう、バレたと思ったけど。うまーく誘導するのがうまいんだよ。タイの話って盛り上がらないじゃん、別に。引っ張れないじゃん。だったら引っ張れる関連ワードで面白くてお互い楽しめる方向に誘導することができるの。そう。でも話変わるとやっぱり失礼だから、うまーく誘導しないといけないんだよね。そう。だからストリートファイター2のネタっていうよりも、ファミコンのゲーム何好きでしたっていう方に切り替えて、あれ面白かった、これ面白かったっていう話したんだけど。うん。だってタイの話って盛り上がんないじゃん。そういうね、あの、テクニックはありますよ。その方法で話す天才が杉作ジェイ太郎。あ、杉作ジェイ太郎とか面白いよね、話ね。うん。話すの上手な人いると楽ちんです。あ、そうだね。やっぱりも、飲み会とか盛り上がるよね。俺は、あの、飲み会受けするようなネタタイプじゃないけど、あの、なんだろう。なんか、うん、わかる気がする。好きな人が好きなタイプの話だよね。うん。なんか、バーとかにいると面白いタイプだと思うよ。飲み屋でうんちく垂れてる親父で、この人と飲んだら面白いかもみたいな人いるじゃん。そういうタイプだと思う。例えば今お題出して話せるんですか？やってみましょうか。じゃあ、皆さんランダムでお題を出していってください。ゆっくり全部のトーク何分間途切れないでやるのかやってみましょう。お題だけ、お題何々って書いてください。で、そろそろ、あ、すごいな、これだけ喋れるな、次のお題出してみようっていう感じでやってみて。ちょっと試してみようか。フリートークの練習。これちなみにニコ生でよくやってましたから。あの、なんかお題、何々って言ってもらえたら、あの、話してみましょう。どれくらい喋れるのか。で、その話題が飽きたりしたら、お題何々とか言っていいよ。なんでもいいよ。うん。幸福の科学。いやね、幸福の科学で、あの、幸福の科学って言ったら、あれが有名だと思うの。あの、大川隆法さんが、有名だと思うんだけど、あのね、本屋に行った時にすごい紛らわしいのよ。例えば俺、スティーブ・ジョブズっていう経営者がすごい好きで、アップルのスティーブ・ジョブズって知ってるじゃん。で、あのね、スティーブ・ジョブズの経営者のコーナーに行ったらスティーブ・ジョブズの自伝を探して、あ、で、あったあったって手に取ったら、なんか書いてある内容が、あれ、なんかスティーブ・ジョブズこんなこと言ってるかなと思って、バーって読んでいったんだけど、タイトル見ておかしいぞ、これと思って見たら、大川隆法って書いてあって、スティーブ・ジョブズからの霊言って、これさ、もう、それで何が面白かったかっていうと、霊言シリーズって言って、要は、大川隆法が、要は、スティーブ・ジョブズの霊を呼んだと。って言って、本を何タイトルも出してるのよ、いろんな人。だけど、それが何がすごいって言ったら、普通、大川隆法の写真で、スティーブ・ジョブズからの霊言ってやる。かもしんないんだと思うんだけど、違くて、スティーブ・ジョブズがジャケなの。スティーブ・ジョブズがジャケで、よくアップルとかスティーブ・ジョブズが許可出したなっていうのに、俺は新しいビジネススタイルを、すごいと思った。要は出版業界って本とかイメージで印象で本が売れるんですよ。だけど、スティーブ・ジョブズの写真を使う、表紙に使うっていう版権ってなかなか取りづらいじゃん。でも、大川隆法はそれを、そう、あれ訴えられないのが不思議なんだよ。だから、俺は大川隆法ってやっぱ頭いいなと思うよ。お題、マンモスヤッピー。ごめんなさい。マンモスヤッピーがよくわかんないですね。だから、あと、その、なんていうのかな。やっぱり新興宗教って言われてるものって、あの、よく言われてるのが、信者さんが、ただ、要は、信者気質の人っていうのがいるんですよ。だから、誰でもいいのよ。ぶっちゃけた話。神様とか、尊敬する人がいたら誰でもいいの。要は依存気質なんだよ。ローラの本も出してたの。やばいね。あのね、小室哲也って俺すごいと思うのが、ちょっと話変わるんだけど、あのね、音楽って何なのかって言ったらさ、俺虚像だと思ってんの。虚像。
あのね、音楽業界がなぜ衰退するのかってよく言われてるじゃん。 CD が売れない時代とか、音楽がダウンロードされない、音楽業界が不況だって言われてるけど、その中でさ、音楽業界がバブルだった頃に第一線で活躍してたのが小室哲哉なわけですよ。もう小室哲哉が出したら売れると。で、そのハワイとかなんだっけ、ロサンゼルスかどっかにすごい投資をしてスタジオとか作って、それで破産しちゃったんだけど、俺ね、音楽業界が廃れるっていうのはわかるの。なんでかっていうと、音楽に金を払うっていうのが当たり前だった頃が異常だったんだよ、俺からすると。ね、それはなんでかっていうとさ、音楽って金とビジネスと一番ほど遠いものなんだよ。音楽を金に変えるってめちゃめちゃ難しいの。だけど、CD っていうパッケージを作って、それを3000円で売るっていうのはさ、今考えるとおかしいじゃん。どう考えても。どう考えてもおかしいんだよ、あれ。だけど、その、日本全体が金がだべついてて、いい時代だった頃こそ、要は小学生とか中学生が CD 買うメインの層でしょ。要は、お金持ってない層が買うっていうことは、小学生とか中学生とか高校生に金があるぐらい豊かだったっていう、俺は象徴だと思ってるの。だから、音楽業界で金が回ってるっていうのは、日本の景気が良かった証拠だっていうのを思ってるかな。で、その中で、その小室哲哉っていうのがさ、まあ、いろんなジャンルとかがあるんだけど、小室哲哉がね、新しいなと思ったのが、やっぱりその、なんつうんだろうな、デジタル音との融合みたいな、なんか音楽のトレンドって移り変わっていくじゃないですか。でもね、あの音楽業界って12年周期で回るって言われてんの。フォークシンガーが売れたら12年後にフォークシングが、ソングが売れる。バンドブームだったらバンドブームが12年周期で売れるって言われてんの。これはなんでかっていうと、子供の頃聴いてて、それでフォークギターやってて、12年後にプロになるからなの。だから、トレンドを追っかけていけば行くほど、ダメなのよ。売れないバンドマンってビジュアル系だったのにロックに変わって、ロックからパンクに変わってとか、流行を追っていくからダメなの。だから自分の子供の頃聞いてて極めたジャンルを12年間待ってた順番に、その技術、そのブームが来た時に一番トップにいるやつが売れるんですよ、っていう風に音楽業界は言われてる。で、話変わると申し訳ないんだけど、俺さ、結構さ、ズボラな性格で、風邪ひいたりとかあんま治らないんだけど、のんたんが家から加湿器を持ってきてくれたのよ。で、その、俺は、その、なんつうの、アロマディフューザーみたいな加湿器が、すごい欲しいなっていう風に思ってたんだけど、のんたんが買ってきてくれてたのが、知ってる？デザインはそんな良くないんだけど、超しっかりした作りで、壊れなさそうな、なんかしっかりした、なんか日本製品って感じのメーカーなんだけど、煮沸をするんですよ。熱を加えて、あったかい蒸気を出すの。で、飲んだらなんでこれ買ったのって言ったら、すごい考えてるなと思って、アロマディフューザーとかって香りが良かったりするからあれだけど、あれって実は菌が死滅してないんだって。だからカビが発生したりとか、菌が蔓延したりするから、蒸気、湿度が上がるとさ、要はジャングルとかってウイルスとかが繁栄しやすくなるでしょ。だから、菌とかがばらまかれやすいから、だから、一回水を煮沸してくれるやつを買ったんだよって言ってくれて、のんたんすごいな、考えてるんだなとか思って、ありがたいなとか思ったんだけど、ね、加湿器あるとやっぱ変わるよ。喉が荒れなくなるし、なんか室温がサウナみたいにね、暖かくなりやすいんだよ。ハイスタンダードっていうバンド知ってますよ、もちろん。はい。世代ですから。世代よりもちょっと後だけどね。だからね、加湿器買うときね、結構ありかもしんないよ。その温めるタイプの加湿器を買うみたいなの。はい。まあ、これがトークスキルってやつですね。はい。はい、ありがとうございます。お題に協力してくれてありがとうございます。はい。できるね。できるね。できるな。すごいな。引いたわ、ちょっと自分で。いけるね。いけちゃうね。ありがとうございます。風船10個。ああ、ありがとうございます。ああ、腕鍛えさせていただきます。ありがとう。花火ありがとうございます、カエルさん。まあね、結局、だから、なんだろうな、喋る回路と脳の記憶の回路がすごい近いんだと思うよ。もう訓練されてるっていうか。多分ね、どんなジャンルでも知ってる単語であればいけると思う。知らない単語を出されるとさすがにイメージができないけど、その記憶を引き出しやすいんだろうね、言語や。まあこれができてさらに面白くできるかどうかだよね。俺の場合ほら、うんちくを語るタイプじゃん。
うなちゃんマンの場合は伏線を張ってくるからすごいよね。ああ、貸し付けやよーっつって。バカだなーっつって。あの、言い方が違うんだよ、多分、うなちゃんマンは。アロマディフューザー買うやつ、おつって言うんだよ、まず。うまいんだよ。この、基本的なスキルプラス、なんかね、なんか抑揚とか、なんかこう、物語っていうか、伏線とかをいっぱい貼ってくんだよ。え、どういうことってさせるんだよね、やっぱ。うなちゃん、面白いよ。おい、バカだろ。アロマディフューザーとか、バカだろ。なあ、つって。引きつけるんだよ。うん。これは基本なんだよ。うなぐらいの大御所になってくると、応用編が始まるんだよ。なんかね、順番を入れ替えてくるの。なんか、抑揚つけて。メロコア世代。俺はブラフマンの世代ですね。うん。よいしょ。いきまーす。1、2、3、4、5、6。花火ありがとうございます。ういっす。そこなんだよね。まあ、あえてやる必要はないと思うけど。よいしょ。そろそろ寝ますか。あとね、俺ね、よく配信でほら、喋りできるじゃん。だからよく言われるんだけど、和道さんみたいに喋れるようになりたいですって言うんだけど、あのね、もうね、ちょっと考えればわかるんだよ。喋れるようになりたいって言ってるやつって喋れないやつなの。あのさ、いい年こいて喋れないやつが、俺に相談して喋れるようになると思ってるのが間違いなんだよ。絶対に得意な才能を伸ばした方がいいと思うんだよね。なんでさ、喋るのが苦手なやつが喋るのが上手いやつにアドバイスを聞いたら喋れるようになると思ってんだよ、みたいな。うん。俺、サッカー超下手なんだけど、本田圭介とかにね、サッカー上手くなりたいっす、みたいな。バカかよ、っていう。ちょっと考えろよ、っていう。うん。飽きない放送久々に見た。あ、たまこちゃんありがとう。最高の褒め言葉です。うん。うん、それを思うよな。まあ、アドバイスはするけど、あの、実践あるのみだと思うよ。どんな世界でも。うん。筋トレやってる人にどうやったらそんな筋肉つくんですかっていうやつに限って筋トレしてないだけなんだよね。聞いたら、なんか筋トレした気になってるんだよね。うん。そう。だから喋り上手くなりたかったら喋ればいいんだよね。絶対に、うん。なんか、そう思うけどな。だから生主やった方がいいよとは言うけど。うん。それあるよね。でも別になんか喋るだけが正解じゃないからね。ぶっちゃけ配信ボタンを押すとドキドキしてテンパる。あ、いや、俺も最初そうでしたよ。俺なんかお風呂入ってたよ。俺ほんと今だと恥ずかしくてあんま言いたくないんだけど、配信する前入念にシャワー浴びて、ヒゲめっちゃ剃って、ちょっと髪の毛遊ばせて、ワイシャツ着てやってたよ。うん。ほんとに。ほんとに。だから、その、配信ボタンを押すってドキドキするっていうのはいい経験っていうか、今配信ボタン押すのに何の躊躇もないし、逆になんか押すのがだるい日とかあるからね。いやー緊張しましたよ。本当に。枠開くのは。そういう時期あるよ。うん。最初の子は。いやもう、ネクタイ締めたりとかね。本当に。それがね、だんだん上半身裸になるようにね、やるようになるんだよ。だからね、結局ね、慣れですよ。慣れ。うん。だからね、慣れた方がいいんですよ。外見意識するでしょ。これ配信者あるあるだよ。最初の頃みんなそうだよ。うん、最初の頃ね、みんな身なりがね、しっかりしてるんですよ。だからね、その辺がだらけてくるとベテラン感が出てくるんだよ。だ女配信者とかそうじゃん。最初の頃メイクとかマスクとかしてたりとか、光当てたりとかしてるけど、もうだんだんさ、もうなんか汚ねえ格好で汚ねえジャージでさ、酒飲みながら管巻くようになるでしょ。ベテラン配信者って。どんな綺麗な人でも、なんかもう管巻きながら汚ねえもうすっぴんでさ、見たくもねえすっぴんでさ、管巻きながらさ、汚ねえババアだなこいつとか思うでしょ。
あれはだからベテランの域ですよ。ベテラン配信者もとだらしないんだよ。うん、もう見る、見たいの見てみたいな。もう隠してるもんないみたいな。そう。うん。ということで、皆さんそろそろ明日も仕事なんで僕は。土曜日出勤なので、ありがとうございました。また見に来てください。お疲れ様です。テスト配信が。テスト配信3時間喋り続ける。どこがテストなんだっていうね。すごくない？テスト配信で映像のウェブカメラのチェックをするテスト配信で3時間喋り続けて1142人見るっていう。どこがテストなんだこいつって。本域の放送じゃねえかっていうね。全力でテストをしました。はい。問題ないです。はい。ウェブカメラも。ありがとうございました。お付き合いいただいて。バイバイ。いやー、BGM なかったんだ。いけるな、BGM なくてもな。お疲れい。金太郎いたんかい。お疲れい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。